はい火曜日になりました。二ジャンションツー。日々さんよろしくお願いします。はい。うたまさんよろしくお願いします。はい。えっ、ー、とね日々さんにこんなメールいっぱい来てるんですけどもね。ははいろんなメール来ております。えー、ラジオネーム卵ご飯メーカーさんです。はい。ありがとうございます。えう、ー、丸さん日々さんこんばんは。いつも番組楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。えー、日々さんに一言お礼を申し上げたく。えー、どこに送るか迷ったのですがこちらにメールを送らせていただきます。はい、うん。えー、アトロにも出演経験のあるブラインドコミュニケーター石井健介さんの見えない私の聞けば見えてくるラジオ。通称、はい、見え見え。ポッドキャストで聞けます。はい。ね、えー 見えの日比さんが「ゲスト、えー、出演さされたたを拝聴しましま、うん、そこで日比さんが、えー、ドライヤーしながら酒を飲む技を編み出した」<laughs> とおっしちゃっていたのを聞いて真似して実践していますおかげでどうにも面倒なドライヤーの時間をちょっといい気分で乗り切れるようになりました <laughs> 素晴らしい飲酒ライフハックありがとうございましたえこう髪ブぼーってやりながらやりながら、はい、酒を飲む技を編み出したいやかドライヤーが嫌いで私お風呂入りたくないんですよ。でしょぼあの髪乾かすのやっぱめんどくさいといとう め、まあ、んどくさいんですよ。あのさ今のロングです、ね。ちゃんとさ、ちゃんとこうなんていうの、ちゃんとこういい感じでやらなきゃいけないんだもんね。そうなんだ。ただただぶわーってやればいいってわけじゃないもんね。ただバーってやるのも嫌なの。ああ<ー>、もう,もうしんどいね。面倒いわけね。それが嫌自然乾燥はダメなの。 いやもうごわついちゃって倍増しちゃうんでそこやっぱり乙女的にはやっときたいのちゃんとちゃんとやっときたいのは分かっているでも面倒くさい面倒くさいでそれが家でも風呂も嫌だし着替えるのも嫌だし風呂も嫌までいっちゃったあそれはでもいかんねこれねそうなんですでちょっとこの嫌さを軽減するために気づいたんですよ風呂上がりすぐ飲みたい そっちちの気持もあるすぐ飲みたいでも乾かさなきゃいけないからタイムラグが生じるっていうことも嫌だそこも嫌がどんどん詰まっちゃってた時に嫌すぎていろんなことが嫌すぎて飲んじゃえって思ったんです飲めるだからブワーッてやりながら左手でプッて飲むみたいな。例えばですけど右 後ろ後頭部やってる時はもう久しドライヤー使ってないで,で <laughs> 全然いけるんですよ髪邪魔しないから前をやると、うん、やっぱり前にこう来ると貞子状態になっちゃうので、うん、やっぱり飲酒、うん 状態できないんですけど一瞬あの顔ど真ん中にパッて当ててガッて飲んで風を当てて髪がワーってなってる瞬間を見てバッてやるもうもうぜみたいにすごい一瞬海を割るみたいに好きあらば飲むってよく言ってるけどもう自分との戦いだもはやねそうなんですでもそのなんかちょっとゲーム性を感じるんですよやっぱり今いけるそうそうそうドライヤー VS 飲酒これはねすごくねあっ今いけるパッ やっぱり裏上がりだから周りが良くて楽しくなっちゃう。<laughs> 寄ってきちゃって。うん、そうそうでほろ酔楽しくなるのはいいじゃんねでもね。そうなんですよ。うんうん、初めてドライヤーが楽しくなったんです。えー、でまた晩酌タイムそのままシームレスに行けるっていうこれはおすすめですよ無。無駄がないということで。無駄がこれあれだよね。ここから出かけなきゃいけないとかになるとちょっと喜くない、ね、そちょっと難しいですけれども、<ー>そうちょっと早めおふるお休みするタイミングであれば。で、あのカンカンだと倒してしまう可能性もあるので、ちょっとしっかりめの

同じ気持ちなのよ、面倒くさっていうのがね。はい、嬉しいです。こんなことをね、喋ってしまったと思って、実はね。帰り道ちょっと落ち込んでた。大丈夫だったかなって、ざわざわしたんですけども。あの、先週のぼ、ぼうは恐れてるの話で、ぼうだけにぼうとするって言ったの、後から後悔していたように。ぼう <laughs> だけにぼ然ね。ぼうだけぼう、あ、失礼しました。ぼうだけぼう。難 <laughs> しいわ。えー、もう本当にね。してたんだけど、これは好評だったっこと。よかった、お仲間が一人増えたわ。ありがとうございました。ぜひ皆さん、石井健介さんの見えない私の聞けば見えてくるラジオ通称見え見え。聞けます。 優しく包み込んでくださってます石井さん、おしゃれで本当にありがとうございます。<笑><笑>まあ好きならば飲むといえば我々もね、はい、実は今日の特集に備えて、ね、備えてという体で予習という程度で。 えー、ちょっとさんざっぱらやらかしてしまったというお話もございますし、はい、予習という印象、えー。予習といえば今日は今週金曜日、えー、日本武道館ライブあれありました。控えておりまして、<ー>今日が最後の、ね、あのリハーサルだったんですね。またこちらもとんでもないことが。そうなんですよ。あのだいぶ固まってきて、もうほら、えー、昨日昨日の段階この宇垣さんと話してて、あの緊張してないのがうん、うん、あの緊張するぐらいだみたいな、そのこんなに緊張しないでいいのかなっていうぐらい、うん、もうだいぶ出来上がってきてて、うん、いけんなこれっていう感じがあってなったんですけども、今日のリハーサルでね、やっぱ寄せばいいのやっぱ我々やってしまう。 びっくりするぐらいの不確定要素をあのぶち込むことになりましてですね <laughs> それだって本当に5日前そうですねだからスタッフは若干ざわついてると思いますけど、はい、あのやっぱねここでやっぱ予定調和じゃない部分を <laughs> 結構な比率であの僕今までこんななんていうのかな,こんな,なんこんなやばい感じでステージのこと初めてかもしれない、ね、何ごめんなさい3日前という、えー、このタイミングで。だから正直何やってんのかなと思うけど間違いなく武道館よりスリリングな伝説の日になることは間違いに楽しみにしていただければと思います <laughs> キングオブステージそんなにスリルをキングオブステージとしてのもう自信がありすぎてありすぎてもうこのぐらい乱さないとだめみたいな。だってて歌舞さん思い出して打ち合わせの <laughs> に笑ってるから何マネージャーのライムスターマネージャー田中さんもこんなに笑ったの久しぶりって言ってましたねやばいんだ何だな金曜日思い出すだに私笑って楽しみにしてください私どももすごく楽しみになってまいした日本武道館でございますということでねえーじゃあねそんな我々がねあの好きやらばの飲む我々が一体何をやらかしたのか今日の準備に備えてそんなお話も皆さんしていきたいと思いますアフターシックスジャクション2 昨日のあの砂鉄さんの前のね研究みたいのですごい今意識しちゃってめちゃくちゃ俺今ギクシャクしてるの砂鉄さんのせいだぞサミナサバギナコーヤートゥナイツけていこうぜサ,乗り込め今夜サウンドのタイムマシンタイムマシンイエス あの「アフター6」「超えるアフター6」「It's after アフター6」まるでウィンターソルジャーにクレムリン2ダークナイトに帝国の逆襲級1作目超えたパート2にアップデート中未だ成長途中未知なる何かあなたにクエスチョン知れば知るほど湧く次のクエスチョン赤、uh, 坂からまた探求しようアフター6ジャンクション第2章レッツゴー 2月13日日火曜時時刻は夜10時、えー、今7分ですラジオでお聞きの方もラジオでお聞きの方もそして YouTube でご覧の皆さんもこんばんは,んばんはアフタスクジャンクション 2, 2> 通称アトロック 2, 2> パーソナリティはー私ラップグループライムスターの歌丸ですそしてはい火曜パートナー TBS アナウンサー日比真央子ですということで日比さんとかねあと横にいます真央子製作家小川愛さん ねえー、そして AD の山口さん、えー、と一緒にですねあの今日ね特集をやっております、まあ、国立博東京国立博物館通称「東博」で現在開催中特別展「えー、本阿弥光悦の大宇宙展、はいまあ」今日特集するということであのやっぱりまあ言っときたいよねということで。 あの予定をこう合わせようとしたんだけどこ3連休のちょうどこう真ん中のね土日曜日しかも天気よくてまあめちゃくちゃ上野のね森も込むであろうという公園も込む,であろうと上の込むであろうというタイミングだったけどもそこしか皆さんねちょっとスケジュール合わなくてまあでもその朝一というかなまあ午前中に待ち合わせていけば結構いいんじゃないかでも俺が上野の,あのちゃんとうまい店とか連れていくからみたいなことを言ってだからその昼時この店はこの昼はここ何時までやからこんぐらいに集合していけばいいんじゃないなんて言って。 まあ集合ししてて行っっきたたんですよねね久々に、ね、楽しかったあの前に行った時はまだコロナ禍真っ盛りで,であの長寿ギガ店しかも長寿ギガ店結局コロナ禍がねより進行がする中であの結構途中で中止になっちゃったんですよ、ね。すあれもっっったたたいいいいなななななかかねめちゃくちゃゃく良申しし訳、はい、です 全部見たもんね巻全シリーズポポーーズズ我々の中でも定番化した長寿ギガポーズえらこっちゃえらこっちゃみたいな感じのないよねでもあの時もいやいやそれで行って楽しかったけどちょっとじゃあお茶でもしようかっつって我々本当なら好きならば酒でも飲みたいけど当時はやっぱりまだお店酒出してないやっぱりゼロアルコールの時期があったわけですよだから公園内の公園内も全然人いなかったですよね あのお茶飲んでね、帰ったんですけども、はい、まあ今回はまずあの中国の春節とね、なんかパンダ祭りみたいなのを真ん中でドーンってやってて、<laughs> まあそれの人でもあるし、まあ、当然、ただ、もう普通に天気いいから、もうめちゃくちゃ出てきてるし、しあと東京都美術館の方では、印象派展やってたりとかしてるし、まあ、これは人多いぞと、動物園も行列だし、東京国立博物館、博物館で、この光悦店以外にも、あの中尊寺金色堂展で、これがまためっちゃ人並んでて、うん、すごかったよね。すごかった 本本当に本当ににという中で行ってきてですね、まあ、後ほどね、えー、とこの特別展本阿弥光悦の大宇宙展の話は、えー、松島正人さんに直接お話を、はい、あのね、あのみんなでさあの音声解説、はい、中谷美紀さんの音声解説聞、はいて結構その音声解説をきっちり見ていく <laughs> そ,のその音声解説でやってるところだけ行くだけでも結構。 ボリュームありました1時間ぐらいは音声解説普通音声解説30分40分とかだと思うんだけどきっちり1時間かかるさらにその間の展示も見ていったらまあ2時間3時間かかっちゃうみたいなまままいさにね大宇宙ね光悦のもうなんていうかな全体像が見えないぐらいという仕事量後ほどね松島さんにそのあたりを解説いただくんだけどさあそれでですね見たぞ見たぞとで当然グッズもですね買いやされの3枚の3枚のポストカードひびちゃんのこれもね あやっぱそれ選ぶよねこれ鶴選ぶよね鶴選ぶよねこれねやっぱ鶴で後ほど出てきますよこれねとかあのあれだよね剣あの本間家っていうのはさあの剣のねあのなんていうの旗槍たりと名門というのがあってあの刀剣のこう展示もあってでいわゆる刀剣女子が燃えじゃくってる現場もだっていたっていたって小さい声でねはいお姉さんま二人で小さななんていうのあルーペとかあのなんかあの オペラグラスでこう細かいとか見るみたいなやつだから彼女たちにとってもあ本物だっていうね国宝がねいらっしゃったこっちは逆にあ刀剣女子の燃え現場本物だっていうこれかなんすって萌えも拝見してグッズでパポストカードも買いそしてすずりもありあと一筆便箋これまたソウェブミセン私このシリーズ大好きなんですけどまたやっちゃってるこれやっちゃってるこの薪絵のねすずり箱が書いてあってこれイラストがまた可愛らしいしステッカーも買っちゃってステッカーありがとうございますあとあのあれ これがね、マスキングテープがすごかったですよね。はい、あ、これメールもいただいてるんで呼ぼうかな、なんかね、もう行ってきたよという方がいるんでね。どれだっけな、えっとね、今ね、メールをね、ちゃんと用意しとけという話なんですけどね。どれかな、どれかな、どれかな、どれかな。マスキングテープが。マスキングテープ。のことがメールで書いてあったんだから、見つから。あれ、どこかへ行ってしまったな。メール送りがいがね、番組、あ、これ、これ、あった、あった。えっと、ラジオネーム象のしっぽさん、皆さん、こんばんは。日曜日、この方も。 あらじゃ同本大弥光悦の大宇宙店に行きました、じゃけ買いならぬ船橋蒔絵すずり箱のポスター、これね、皆さん、このもっこりした金色のポスターに惹かれて、事前にほとんど情報を入れずに見に行きました、私は工芸が好きなので、あまさにドンピシャじゃないじゃんね、蒔絵や、これなんだ、ラスラスえっていうの、ラゼンザ細工。 あの貝,で貝の細工ね、心躍りましたが当然、書も素晴らしく俵、えー、や争達が描くいいかなうん、うん、今にも巻物から飛び出しそうなツールに豊かな筆致で和歌を重ねるた、えー、下へ36か線,線和歌館。 蒔絵でね、こう鶴がこう飛び立ったりとかいろいろしているその絵の上のところに光悦、えー、の筆致でこうやって和歌が描かれているという、これ後ほどたっぷりあの話を伺いますけど、本当に見れば聞こえてくる、見れば音楽が聞こえてくる感じの見事な、えー、対策でございました、まさに息を飲む対策でした。光悦ん、うん、は古い時代の和歌の収集家でもあったので、すね、えー、当時のステータスブーム、そう昔の。 あのー、平安時代の和歌の,さあのなん切れっ端っていうかさ、うん、そういうやつ集めるみたいなだからある意味ルネッサンスでもあるっていうかね古代のこう最高っていうかそういうとこもあるのかな。はい 沿って和歌を収集していたと解説にあったのが興味深くそのあたりのお話も伺えたら嬉しいですと3時過ぎに会場に入りましたが我々ちょっと入れ違いでしたねあっという間に閉館時間になってしまい焦りましたグッズも気になる方は2時間以上確保しておくことをお勧めしますでこの方がまさに吊るした鶴下鶴下絵36ヶ線和歌館のマスキングテープマスキングテープにこの全部つらーっとこれ四回分入ってるって書いてありますよここやっぱ人一番見てましたもんね一番キャッチーっていうかね即買いしました長文失礼しました今日の特集楽しみにしてますいやありがとうございます 松下さんも聞きたいと思ってグッズも買ってで表に出て天気もいいからこれはじゃあちょっとやっぱりね私上のと時たら私がもううまい店とかいっぱいね案内せずにやられない東京案内腕が回っております私の歌丸の黄金コース上の辺まあでもねお腹は一つですから飯って言っても一つ選ばなきゃいけませんうなぎがいいかそばがいいかなってことを言いながらね今日はとんかつにしましょう。やったね ということで<て>大津康二郎が通ったあの名店蓬莱屋 お連れしたわけですよ。い青空が広がる日ってね、はもう白飯が食べたくなるもの。まずでもそこに行く前に我々実はね、その上野の公園の時点ですでに腰たんたんとあのスキーアラ飲もうと。そうそういろんな出店があるもんで。やってたん混んでるからやめようってね。なんかなくてね。でまあトンカツ美味しかったでしょうおいしかった今日大宮のトンカツは唯一無にですから。いや本当私このせずに箱がちょっと一口とんかつに見えてきた。確かに。一口トンカツに似てる。あこういう感じでね。松島さん泣きます。 この感想いやでもぷっくりしてて衣が上品で美味しいんだよね薄くカリッと揚げてね2回揚げしてますからね本当に皆さんぜひ行ってみてください本当に東京を代表する名店だと思いますとんかつのね蓬莱屋さん行ってそれでビールもねもう23本行きましたからほんとやっりまにビール飲んじゃって下でねパイセンたちがもう常連のパイセンたちがもうお調子でつけてもらおうかしらなんつってもう「小津安二郎の映画から抜けて 出てきたようなね和服のお姉さんたちがまあ生きに読んでるから日本酒っりねおてだから我々も日本酒行こうかなと思ったらここはビールでしょうビール3本ぐらい開けちゃったでじゃあちょっとまあの腹ごなし酔いざましにちょっと秋葉原の方でも行きますか秋葉原の方てそしたら秋葉原の方でなんかこうねわっとデモなんかもやっててあの日はね結構あの各所であのパレスチナのあのフリーガザと言いましょうか今のね第三条に関しての講義をあげるこれはでもデモとかちゃんと各地で起こって僕はちょっと良かったと思います それに参加してもよかったんだけど、まあ、ちょっとね、あの、皆を案内するという意味で、ええ、でも、こう、ごわと見ながらですね、横目見ながら。お茶の水抜けて、神保町抜けて、で、ちょうど、山の上ホテル閉店前日の日でした。山の上ホテルの前通って、山の上ホテルの写真通って。ね、で、神保町の喫茶店、でも、どこも混んでてね。すごい行列でした。すごいです、皆さん、上野の上があるから、ずっと歩いて、神保町まで来てるんですから。あっという間。我々一番二千歩歩いてました。で、最終的に行き着いたのはロイホ。大好き。 ねえ。 ロイホで最初はねお茶するみたいななんかねスイーツみたいなスイーツみたいな,たいな選んでてせっかくロイホだからパンケーキがいいからパンケーキなんて言ってたんだけど僕がメニュー見ながらも僕は飲みますよっつって僕は飲みますけどねっつってでもさちょっと日比さんさこれあのデキャンタで1100円なのねでフルーボトルで1700円なのよっつってこれもったいなくないっつってあのみんながちょっと飲むなら僕これ飲みますけどっつったらね飲みます一人そしたらいつの間に日比さんが頼んだほがパンケーキって言ってたのにムール貝のムール貝になってるんですよね。 クリットになってるんですよ。そっから始まってしまいました、ね。ええー、<で>ボトル二本。<laughs> 本当に大瓶ビール三本にボトル白ワイン二本で五行ってますからね。一人一分以上行ってます。しかも我々その時点でまだ夕方だから。その後それぞれ用事あったんですよね。そうなんです。でももうあの我々もそのそういう意味ではノんべイのあれが開花しちゃってるんで僕のもうまあその飲んじゃえば分かんないからさ。分かんない分かんない。もう入れちゃえば分かんないからお水も飲んでるし。分かんない分かんない。歩いてるし。そう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 あのこんだけ歩いてるから。一万歩以上歩いてるし歩いたから何なんだったのじゃないですか。もう非常に楽しございました。いや本当に東京のこう街が。 どどんん景色変わってく街の雰囲気がね上野から秋葉原そしてお茶の水であ楽器のとこ通ってさデフロ子にあとこ通ってさ黄金コースあちょっと時間がちょっとだいぶ迫っちゃってますねすいませんはいということでぜひ皆さんもね今日この後特集を聞いて上野の黄金コースを我々が通ったようなコースを行ってみてもいかがでしょうかということで本日のメニュー紹介です失礼しました。 はい特集コーナー「ビヨンドザ・カルチャー」さっきから言っております特別展本阿弥光悦の大宇宙開催記念芸術文化の牽引者本阿弥光悦はスーパースゴい人だった特集お送りいたします、うん、ということでただね光悦っていう人はやっぱりそのいろんなことやってるんで,んで、ね、あの仕事の全貌がやっぱ見えない、はい、ちょっとなんかそのどこが本当にすごいところなのか逆に見えづらくなってるところがあるというところであとでお抱えー、学,芸学,芸学芸員失礼しますねこ、うんな呼び方で今回の特別展を手掛けていらっしゃいますあの音声解説でもね松島さん、はい、解説されてました、うん、はい、えー、東博の松島さんこと松島真 佐藤さんにご案内いただきますそして 十一時からは、明日使える一発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショットです。今夜は、国立映画アーカイブで開催中の企画展。和田誠映画の仕事についてです。国立映画アーカイブ主任研究員の岡田秀則さんにご紹介いただきます。はい、今日はだから、非常に展覧会もの続きで、一応カルチャーの高めじゃないでしょうか。<ー>ね、カルチャーを摂取して、酒も摂取<す>ね、そんな番組でございます。はい、ええー、そして、はい、十一時三十分頃からは、新概念提唱型投稿コーナー。本日は過去六個です。さて、感想質問お待ちしています。 アットマーク TBS.CO.JP まで読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2のステッカー差し上げますそして x ラインインスタグラムでは各種情報を発信中さらにアップルアマゾンスポテ s p o t i f y などポッドキャストのサービスで過去の放送放課後ポッドキャストなど特別コンテンツも配信中ですもちろん YouTube では登録の公式チャンネルも引き続きやっておりますこの第6スタジオの様子生で見れますのでぜひぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたしますそれではアフターシシッククスジャンクションョってみよう <laughs> Today's partner is Hibi Mao. No. After 6 Junction カルチャー。ャー時刻は10時20分です TBS ラジオアフターシックスジャンクション 2, 2> パーソナリティの私ラップグループ,プライムスター歌丸ですそしてはい火曜パートナー TBS アナウンサー日々真子ですさてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなの特集コーナービヨンドサーカルチャー今夜はこちらの特集です特別展本阿弥光悦の大宇宙開催記念芸術文化の牽引者本阿弥光悦はスーパーすごい人だった特集 はいえー、江戸時代初期に活躍した本阿弥光悦さん教科書で名前を見に、まあ、ちゃんと読んでるような人だったらねあの覚えてるかもしれないでもただその結構いろんなことやってる人でちょっと全貌がつかみづらいともあって何やった人ってすごい人なんだっけ超分かりづらいとこもある、うんえー、ということで本阿弥光悦さん日本刀鑑定の名門家系この本阿弥家に生まれて、えー、後世の日本文化に大きな影響を与えた芸術家で、えー、と書家でありこう、ね、書く人であり陶芸家であり画家であり写真、ねうんえー、多彩な顔を持ついわばスーパーマルチクリエイター結構今の感覚 に通じるるようなクリエイターでもある、えー、また有力大名も顔が利くほどの人脈を築、えー、き並外れた鑑識がね若手芸術家を次々と発掘一般には後の芸術、えー、総合芸術流派これわかるでしょみんなリンパ リンパを起こした人としてもシロクシない。うんうん、あと非常に信仰に熱い人だったからそういう一面もあるということです。ということでそんな、えー、本阿弥光悦の特別展、本阿弥光悦の大宇宙が現在我らが東北、東京国立博物館で開催中ということで我々も行ってまいりました。行ってまいりました。そしてこの方の話を改めて伺いたいと思います。今夜のゲストはアトロック岡井学芸こんな失礼な名前ねえすみません。今回の特別展を手掛ける東京国立博物館研究員の松島正人さんです。どうも松島です。よろしくお願いします。松島さん、あの今年もよろしくお願いします。はい。 あのお呼びいただいてありがとうございますあの先に言っちゃいますけど音声解説で中谷美紀さんのやつを聞いていったんですけど松島さんの解説もとってもちゃんとなんかあの出てくれって言われて今最近そういうのが多いみたいですね担当学院がお話するさらに詳しく聞きたい人みたいなねいいですよねはいということでお送りしますさて今回なんですけども高越店なやられてということでちょっとざっくり松島さんの方からどんな人っていうこのざっくりした概要というかえっと まあ、あのどう言うんでしょうねあの、うん、本当に難しいあの人なので <laughs> 簡単に言うと本当にあの今光悦の作品だとしてあの伝わっている作品の多くが本当あの国宝だとか 2>、うんえー、今2件あの数えられています、うん、で重要文化財も十数点あると思うんですが。 そういったまあ今現在も評価の高いあの工芸作家というんですかねちょっとなんて言っていいか分かりませんがでもデザイナーであり僕編集者デザイナー、はい、タイポグラフィーアーティストとかそういう面もすごい見えてくるっていうか、はいはい、ディレクターでもありプロデューサーでもあるのでそういった観点でいうと本当に。 作品もいいろろんんんなな材質に渡ってますすでで、うん、捉えどこがう本当にあのただ作品を見てるとその前の時代後ろの時代見ても革新的で奇抜でこう唯一無二というかうん、うん、そういったふうにも見れると思うんですね。はい、あので今も本当にビーツ史の中で工芸史の中でもあの本当に研究がどんどん進んでいっている。あ、うん、ある意味あの つかみどころがないのであの混迷している部分もあるんですが、はあ、研究がただ今回はまた一つの,その、まあ、今回は私の,あの希望としては光悦、うん、本並家の信仰に力を入れて紹介していきたいというところがあって、うん、そういった面にもこう、うん、目を向けてもらいたいなとは思ってます。 全然ある意味ピンとこない可能性があったというかこれ光悦作で茶碗だあれこの間見たのなんだっけみたいになっちゃってだから全体像として見せるしかもその本阿見家っていう家の成り立ちから結構きっちり見せるっていうこれすごく分かりやすかったですし逆にね。書道で見た光悦と美術の歴史で見た光悦と日本史で見た光悦っていろいろバラバラになってたところがなんか一つ一個になったちゃんとつながったなとも思いましたし見終わった後以前真島さんが手がけていらっしゃった た横尾忠則店をふと思い出したんですね。ねはい、なんか横尾さんのなんかこうデザイナーであり、まあ、画家でありといったこうなんか多彩さがすごくピカーンとこうちょっとリンクしていたんですけどたまたまつい最近、はい、横尾先生とお話して、ええ、あの横尾先生もあの高月みたいなもんですねってお話したらうん、うん、ご本人は私焼き物あんまりつかないと要は焼き物をし,してたらしいんです。ええ、したんですけど。ええ 作為が出ちゃってへ<ー>やっぱり無意識にこう表現したいんだっていうふうにはお話しされてたんでまた違った意味で横尾忠敬さんと、ね、やられてたみたいです、ねあ。あとやっぱりあの横尾さんのねこの,この間のシリーズあの、えっと、だから「勘<単>山,山百徳」ですけどもあのちょっとふ筆の震えみたいなものさえ、はい、もはやその自分の変化として取り入れるっておっしゃってたじゃないですかこれまさに光悦の書が。 まさにそういうことですね。そのイズムでしたもんね。はい、で、やっぱり86歳まであの生きた光齢なので、うん、あの身体はどんどん変化されていってると思いますんで、それに応じて書も変わっていってる、る、うん、それもあの今回の展覧会ではあの並べて、うん、あの気づいてもらえると思います。はい、それすごいね。はい、なんかね、やっぱ筆って手の。 ての直で肉体性を感じるから、うはい、その一生懸命震えを抑えて描いてる時期を超えて。もう震え丸出しの時期があって、はい、そっからなんかものすごい抜けがいい。<ー>なんかもうこれでいいやみたいな。あのしょって本来はお習字でも。筆を立てて書きましょう。すごく指導されると思います。<笑><笑>で。それは筆の先一番濃いところでしっかり書くうん、うん。あのて、あのしっかり握って書く。ね、で。あの、今の大河ドラマでも、あの。 俳優さんたちが、はい、あの自分の手で書かれてるはずなんですがそういう書き方されてると思うんですけど、うん、でも手が震えて支えきれなくて「側筆」という筆の,あの側面も使ってるんですね。うんうん、本来はあまりしないことですうん、うん、でももうそれもいいじゃないかっていう形で使われてる書が本当にこう何か響いてくるようにも感じますね。ね はいということでですね、えー、特集をお送りしたいと思います。はい、前半、後半でお送りしたいと思います。はい、はい、前半は本阿弥光悦、スーパーすごい人と言われるその理由について、そして後半は今回の展覧会で見るっきゃない注目作品について解説いただきます。はいでは早速前半です。スーパーマルチクリエイターにして敏腕プロデューサーかつ、美のゲームチェンジャー、本阿弥光悦って一体どんな人なんですか ということで、まあちょっとざっくりさっきから捉えどころないっていうおっしゃってましたけども、はいえー、改めて、まああの元々生まれたお家があれですもんね、刀の刀剣三事っていうんですが、研ぎとあのと研ぐ研ぎと拭い、うん、あの拭く,ふくわけですね、表面はい、うん、と目利き鑑定です。このまあ刀剣を製作するあの打つ あの仕事ではなくてこの三時統計に関わる<ー>三時に関わる家職っていうんですが家業の一族です。作られたやつをこう位置付けてきれいに保つ、はい、そうです。<ー>はい、で鑑定も結局も統計を持っている職業は武芸ですよね。うん、でそのまあ幕王になる背景になるさまざまな格式とか、うん、でその武芸の 家柄も含めていろんな意味が統計に込められていきますんで、うん、その鑑定っていうのはすごくその武家社会って日本は800年続きましたけど、うん、その中でも大きな他の工芸職人の,あの一族よりもある意味すごく重い家業の一族だと。で室町時代から続いてるお家なんですね。ただそこにに幕幕府府あるいは江江戸戸時代に入ってのの将軍の まあ、御用、その目利きの御用をする、まあ、公的な仕事をする、そういう家柄です、うん。はい、で、光悦は、文家なんですね。ああ、なるほど、なるほど。本家ではないです、うん。でだから、その文家なんだけど、っていう思いも込められたなんてかもね。大臣やりましたよね。もちろん、ね、この後、お話しするかもしれませんけど、その一族全体が一体なんですね。うんうん、鑑定書も結局み、み、んなで合議して決めますのでうん、うん、一人の、その目、目あの。 判定書を出す人は本家の人なんですけどうん、うん、その、えー、目利きの判定は合議して決めますので一族全体でその家業を貫くとうん、うん、そういうい家計です、はい、あとなんか家康から領地をもらって、はい、もう村丸ごとなんかその作るみたいな今そこはその実際にどういった形態であのどれほどの人たちが集まったかどんな活動かしてたかは明確には分からないですけどうん、うん、ただ あの展示もあったように「小津」と言われるそのあの京都の,あの北西にある高上根っていうちょっと小高い山、うん、その後にあのに丹後の方に向かう街道がありますけどそこにあの土地を配慮したっていうふうにあの家で本並、うん、家の、えー、行上紀っていう風に。うん そういうものに書かれています。うんうん、で実際に、えー、東側幕府側からのあの主印状とか、うん、そういうのがないので、はい、実際に配量したかどうかまでが分かないいわかんないそこも解説面白かったですよ。だからその配量した証拠はないから、うん、この図はひょっとしたらこうしたいってやつかもとか妄想やもしね。ただ実際にそのある土地をあの。えー 継承しているで実際に、あのーまあ、これもあとからまた一族の話しますけど光の,の家と親戚なんですよ数代後の健山あの光琳の弟の賢山がその高上のみ、えー、土地一部を持ってあの、えー、相続している記録はあるんですうん、うん、だから必ず、えー、尾方家の方はその土地に土地は持ってたっていうのは確かめられるんじゃないかなと思います。うんうんうん、はい でえーとまあ、その、えー、とおうちともも含めてあとすごく信仰にいいっていうか本並家自体が消えしたのが今ちょっと、えー、信仰のお話でいうと日蓮法華宗、まあうん、その時代では法華宗って呼んでたんですが日蓮聖人というあの、えー、鎌倉時代にあの登場したあの。 えー、それ以前の仏教から言うとし、うん、あの新しい仏教がさまざま起こりますけど、うん、その中の一つの日蓮法華宗に厚く帰営した、まあ、法,法華経を、うんえー、中心に置く、えー、宗派です。うん、で、えー、日蓮法華宗自体があの、まあ、比較してなんですけど、うん、原生略を解く、まあ、中心に、うん、まあ 肯定する教えなんですね。うんうん、で、まあ、今の現実世界生活暮らしがこそが浄土であって。現世での、まあ、生き様というか、えー、暮らしぶり、活動頑張り自体が。肯定される、うん、まあ、そういうふうな見え方をする宗派なんですね。うんはい、で、そこには職人とか商人。という、あの人たちが数多く信仰してます。うん、だから、本並家も。まあ、ある意味商工業者なので、あの。 日蓮法を進行した、はい、あの名家ではあるけどある意味職人的な、はい、手をだからもうちょっとざっと言いますと簡単に言いますと浄土宗は武家だったり禅宗も武家だったりあと天台宗だったら貴族農村、うん、地域だと浄土真宗だったりうん、うん、割と 区分がめ割と明確で京都市中の中心部にいるのは日蓮北京州の商工業者が多いんです<ー>でそういう禅宗にしても、えー、他の宗派は郊外にあるんですね落外にあるんですね、うん、でもあのその当時の日蓮法華宗の本山、まあ、一番多くて二十何カジ二十一カジあったんですが、うん、それは全部市中。 上行の方に集中してます、その周辺にそれぞれの日蓮法華宗を信仰した、こういう職人たちが集まってるうん、うん、でまたその信仰の厚さっていうのが、その光悦の後ほど見てきますけれども、はい、いろんな残したものにちょっとある種の緊張感というか、うんはい、あれももたらしているって感じですかね。はいはいはい はい、ということで、えー、やっていいいるわけででございますととうこ光悦の立場というのがこう分かっていただけたとか、まあ、これ実際にいろんなことやってるんでそれぞれ展示を見ながら、はい、どんなことをやった人なのかというのをここから伺っていきたいと思います。はい、ということで、えー、後半は、置いてある作品群ですすねね、はい行ってまましょうかはき独特のフォルムは一度見たら忘れられない国宝船橋蒔絵すずり箱。 はい、これあの、今回のメインアートにもなってますし、まずドマ、いきなりドア玉に来たんで、あ最初に結構でかいの来たなと思って、っっキャッチーなの来たな、ずっとわり、うん、と私、企画する展覧会では先、一番最初に、あのつかみ、つかみの, <laughs> あのやっぱりこれが光悦の,の,の見どころですよっていうのを先にこう伝えたいっていうのが多くあります。うんはいうん この船橋巻ばが非常にこのもっこりしたねこの可愛らしいというかなんというかえフォルムも含めて印象的ですけどもこれまずちょっと先に聞いておきたいのはあの見てて光悦作ってものと光悦直接作ってないけどもプロデュースに2つあるってことですよね本当に今回展示しているものの中で書と焼き物茶碗は実際の自分の手で作り上げたものっていう。あのー メイドバイ高円っていう言い方もできると思います。ただ、漆器、漆器品は巻絵というその攻撃術で作り上げたり、あの木工、木工職人さんが作るわけですもんね。で、その職人さんが要は光円とその同じく信仰する日蓮法親王の信者であり、あるいは親戚であったり、で、だからその一体化したその高いクオリティでものが作れると。まあ同じようなところに住んで皆さん。 これだから要するに今、あ、月、のー、はこういうデザインでこういうふうに作ってっ,つって言っこういう細工してってこういうふうに作ったのがまずはこれってことですね。とか、まあ、そういうその、えーまあ、造形分野があると、うん、だからやっぱり実際に自分の手で作るものとプロデュースするものがある、うんうん、これこのすずり箱中にはすずり入ってますけど、はい、当然この感じこのすごく盛り上がってたり、はいはい、金色があってあと僕それあの、えっと、中谷さんのね、はい、解説見て,て印象的だったのは。はい スズって字を書く道具だけど、はい、そこにこういう文字そのものを道具にフィーチャーするって実はあんまりないデザインだとか印象的だったんですけど、はいはい、やっぱ結構変わったこれはデザインなんですね。はい、あの文字をこう、えー、衣装デザインの中に含ませるっていうのは伝統的にはあります。うん、ただ今回この、えー、船橋マキには、えー、要はそこに和歌が書かれてるんですね。うん、あの平安時代の五千和歌集の中にある東住人の佐野の船橋かけてのみ 思い渡る「知る人となき」っていう和歌の歌詞が全部載ってるんですよ、うんうん、でその船橋そのものをこの工芸衣装デザインに表してそれを、うんうん、あの読ませるとこの黒いこの線みたいになってるところは、はい、要するに橋がってるっていう、ねはい、だからこんなにこう形がうわんと。 おっしゃられたように本来であれば綴り箱なのでまっ平らでいいですうん、うん、全く膨らみに機能的な意味はないんですうん、うん、ただその和歌を書かれて船橋を示したがいたいために船を並べた上にえ板で橋をあの乗っけてその上を人が通るうん、うん、まあそういう緊張感もありあの東寺という遠いところに来てえ思い人に思いを馳せる和歌が書かれてるわけですでも 真平の橋ってわからないので橋ってわからない、うん、は太鼓橋多くありますけど遠いところと近いところうん、うん、そういうものをこうあの視覚的に表すために私は膨らませるっていう意味に橋が架かかっているのかなと思いこのやっぱりエネルギーが充満している戦国時代のもめわ時代の,あの時代性もあって。 エネルギーが膨らんでるっていう説もあったり、はーはーあと、あの、えー。京都の、あの祇園祭りにある出汁、あの、の。うん 装飾にそういうものがあるから、うん、それを踏襲してるんじゃないかっていうご意見もあったりしますいろいろもうやっかり両覧まあだからねこうやっだから時代的には結構昔の人だからそういういろんな小説出るけども、うんはい、でもだからその戦乱の世もちょっと落ち着いてきて文化的なものを継承する余裕も出てきて、はい、という時代の漢の人でもあるってことですもんね、はいはい、であのおっしゃったようにこう文字をのっけちゃってるっていうのも奇抜なんですが鉛っていう材料を使うのが <laughs> <れ>もう本当にあだった 奇奇抜抜すすぎぎるるんありえないだから先ほど出てきましたように螺鈿細工が伝統的な仕方ですよねあのキラキラの貝の裏内側があのそれを装飾に使うのが普通一般的です、うん、でも鉛ってあのこういうちょっと黒黒したちょっとひ、はい、あの薬剤でわざと黒くしてるみたいですが、うんうん、重たいですよねはい割と重いです<ー>で扱いは可塑性はあるんですけど 持たないので、うん、執行品にはなかなか使い勝手は悪い。じゃ、あなんで鉛使ってるのっていう,うん、うん。鉛。うん、で、皆さん、あの、思いつかれると思うんですけど、鉛ってその時代に何に使っていたかって。その時代。さっき言った、ちょっと物騒な時代ということでしょう。そうです。つまり。ここ鉄砲でしょうか。鉄砲の玉、ね、が鉛なんですよそれを、こういう造形作品に使うっていう意味が、校閲には。 その戦の、はい、材料を戦の時代に使われてたものを文化に使う、うん、もうその時代に入ってきてるわけですね。なるほどねあの近中武家諸法度で、うんはい、天皇も含めてそういったかつての権力権威を持っていた人たちが皆文化に向かう、うん、まあそういう宗教政策を東芳幕府がしてるっていうことでもあるしそれに応じている造形活動ですね。うんうん と考えます、はい、あとやっぱその古い和歌とかの,あの収集癖古い平安時代のいろんなその和歌の断片をみんな集めてたり、はいはい、ちょっとルネッサンスじゃないけどこう復古主義っていうかうあのかつてあった雅な文化を、はい、もう一回掘り起こして自分たちが受け継いでオマージュみたいなそれをするのが本来であれば貴族であったり武家だったんですよ。 この光悦自体は商工業者なのであるいは一般、まあ、ちょっと言葉が合ってないかもしれませんけどうん、うん、市民なんですようん、うん、だからこの人がさまざまな分野で古典復興をすることでうん、うん、今我々が享受している伝統文化は一般化してるのはこの人のおかげなんですよ。ちょっと後ほどもそれを伺うとちょっと啓蒙っていうか、はい、その出版人じゃないけど、はい、あのベストセラー出してるわけですよねあ、はい、る意味ね。 今研究所さまざまなその疑問もで、どこどこまでやってるか問題。でもやはり光悦がさまざまな活動を通じて、その要は一般化広げたことが今400年後の私たちにも茶事にしてもあのそういう洋曲にしてもこう触ってる我々が享受できる<ー>そういう状態になってるはずです。格子じゃないって考えて、ね、で、はい、カルチャーキュレーションしてんのよ。そういうことか。うん さあということで、えーうん、まずはキャッチーなこ国王ですから、ね、皆さんね、うんえー、船橋負けスズリ箱まずは見てくださいもうあの目に楽しいっていうかね、うんはい、あの三百六十度見れますからね、はい、さあ続いていってみましょう私が思いますね、はい、うんたまらぬものなり国きっとあなたもそう,うなりたくなる楽茶碗はいえっ、ー、と茶碗焼き物も、はい、あれ高年になるんですか結構高年茶碗、ね、そうですね、うん、一般的には、うん、あの高紙ね で余生を暮らすための場所で信仰を同じくする人たちと共に手鎖で余儀で茶碗を作ったというふうにも考え茶碗何種類かありますけど基本的にはすごいんていうか楽茶碗っていう利休が利休好みで長次郎という人に作らせた流れのお茶碗の。 一つですねろくろで作らないでてびねびで、うん、あの組み上げていって減らしてそれが黒いのと赤い、うん、まあ大きく二つ分かれてる、うん、あと、まあ、白いのも一つ二つありますがそこも実はちょっと本当に申し訳ないんですがお茶碗はあは触ると、うん、全く感覚が本当に、うん。われわれは触れないけど。はい それはあなたね立場上 <laughs> 触って松島さんは触ってるけどもっと言うとそれであの、うん、お茶を、うん、私はその結験もちろん高越のお茶碗は <laughs>、うん、あのそれで飲んだことはないですけどうん、うん、そうすると余計そのこの茶碗の,あの意味がで近代の今おっしゃられたようなあの箱書きにあるような言葉は触って飲まれて。 その感覚を出されたんだろうなとは思いますだからたまらぬものなりっていう言葉が出てきたんです、ね、あの外側の仕上げと中の仕上げが違ったりして、はいはい、一見地味でものすごいこう、うん、素朴なものに見えるんだけどそうそう実はそこに世界が表現されて、はい、でそこに例えばひょっとしたらお茶なんか入れて、うん、こうやってやったらその見え方とかまた、あね、薄く ちああそうかそうかそうかそれもあって私はあの、えー「土の刀剣」って勝手に呼んでるんですけどでもその、ね、鋭いところは鋭い、はい、あとそのちょっとこう波紋のような波形の感じもあるしかだから一見作為など全く考えられてないようでこのひび割れ貫入が自然に、うん って思わずいや、もしかして計算っていうところもあったりすると、えー、それはだから横3を,をして、はい、やっぱり焼き物はどうしても作為になっちゃうけどう要するにこの域に達するのがなかなかねってことな,んですよ、ね、なので本当にあの評価が高いんじゃないですかね。そういうことかたまらぬものなりっていうあのね、あれがね、えー、がねなんか印象的だったんですけどね。そうか さあじゃあ続いていってみます。これも今回のもうあのある意味最大のね、はい、あの見せ場というかあのお客さんも一番これ熱心に見ておりましたい、うん、ってみましょう。松島さんからぜひご紹介。あはい、えー、見れば旋律が聞こえてくる鶴下橋36カ戦若冠。 これ本当そうこれまあ長い長い巻物状になってて、まあ、ざっくり言いますと、まあ、鶴が飛び立ってこう集団で飛び立ったりと、はい、ころどころ降り立ったりとかっていう、はい、海,を海を渡ってっていうその鶴の動きが巻物でなってくのに応じてその36か線の和歌がとまあチラシ書きという手法で何、まあ、て言うかな絵に合わせてーあとは濃淡つけてちょっと後ほど伺いますけども、はい、非常にリズミカル、はい、もっといわゆるベロリアスに 乗っかっかていると、うん、でみんなそれをだからちょっと要はさあの混んでるから部分部分でも見れますよって言ってるんだけど、はい、投資で<う>あの時間芸術的に見たくなる感じがすごいあってゆえ、うん、にあそこ混んでたのかなって気がするんですけども、ね、改めて松島さんこの作品。ああの本当にあの今話してきたようにこの下絵俵屋宗達っていう、まあ、そちらは絵の方で、うん、あの知られてる人も多いと思うんですがその人がこの金銀霊っていうまあ 銀と銀の粉末を、えー、顔料にして描いた、うん、その鶴の、えー、飛び立つ姿ただタだタタタムむ姿それを群像表現にしてるんですね、ええ、これ一連の形で全館開いてご覧いただいたので、うん、右からゆっくり見ていくと、はい、まさに動いてるような本当にのシネマのフィルムのようだと思いますね。にもねご覧いただけるんじゃないかと思います。ののそ上にに光がもうあの本当に どううんでしょうあの自由活発なのかあのすごいリズミカルに文字が書かれてるんですねうん、うん、で「三十六花銭」っていうあの今の「大河」にもちらっと出てきました藤原の金刀の選んだその三十六花銭の,あの和歌が書かれているだから実際あの歌人の名前が書かれてますよね、うん、あの和歌を読んだ人の。行、ええ、行目 <laughs> 1行目 <laughs>、うん は、なんとなく読めると思うんですけど、柿ですね。んん柿。あの。<柿>えー、これ本ですね。あの元、元柿元柿の元。丸って書いて。で、右に人って書いて。うんうんうん、どういうこと。<laughs> 牧野本一丸ですねの輪化なんですよこれ人は後から書いてその一流明してこんな雑なことでいいんでしょうかだからもうあの草達のこの下読みてもうもう一気かせというか嬉しくてバクバクが止まらない状態で筆を入れてああああああマジかでもそうだよね明らかにね忘れた あれと思って後からあとでもそういう類いのやつがちょっとあるんであのやっぱりそのこう気持ちが下絵とのセッション的な部分そうかこれだから高悦はそうやって和歌をこう書いしてます僕これ見ててリズムもそうだしあと強弱がすごいついてないあと楷書とねえっとなんだ総書を組み合わせてたりとかすごくその。 メリハリとリハとととズムと、はい、あとその置き位置のあだからあの下絵に応じててて入れていってるはずなんですよだから粗密がありますよね行が均等じゃなくて、うん、あの詰まってたり、うん、広げてたりあの文字数を上に置いたり下に置いたり、うん、あのそれを意図的にやってるはずです。うん、これ光悦って人はそのいわゆる今回もいっぱい出てましたけど歌い本とか、はい、歌い本っていうのはその和歌を、はい、がいっぱい入ってたりとか、はい、それはすごくこう綺麗なその想定とあとやっぱりその、はい それ書自体に何かリズムとか強弱んなんならメロディーこれーひょっとしたらメロディーつけて言ってたんじゃないかみたいな実際和歌もね今読まれる時にこうちょっと音調がでお経そのものも読み上げる時ちょっとリ,リズムありますよねこの時代どういったリズムかちょっと分かんないんですけどうん、うん、そういうことも意図的に表れて明らかに 誰がどう見てもそれれ意図されてますよねあの感じるし、はい、あのだからすごくそのなんていうかまずそういう出版人としての,その本を出す人としてのセンスとあとやっぱタイポグラフィー的なセンスですよねその彼が書く字体とかの独自のなんかさっきこの「図録も詳しく読んでたら、はいはい、やっぱり字の一個一個のあれもすごく実は普通じゃない、はいはい、とこがあったりとか。本当にそれまでの時代ととはちょっと一線を画す もう本当に衣装デザインなんですすデザインででよね、はい、で同時に音楽的でもあるっていうか多分そのだから本人がこうある意味こう本当に踊るように絵画を描いたっていう感じもするしそこの理屈は本当に絵画もそうかもしれませんけどあの歌詞高線であれ波長ですからねだから文字もあのこの形態で波長が生まれてるはずなので目から音楽は脳にちゃんと伝達できるそれの理屈は 絶対分かっているとか、うん、だし言葉だからこう読んでる人で、ね、特に当時の人だったら音がももうなりますもんね、うん、<頭>絶対なるだ,かだからね言葉って面白いと思っちゃった<ー>言葉っていうものが含む絵であり図像であり音でありっていう言葉が持つ実は多層性みたいなのをすごく意識的に、うんはい、いや,こんないやむしろ今出てるいろんな出版物でここまで言葉の特性を生かしきったものあるだろうかって思っちゃったぐらい。んなんか 現代ではどちらかというと意味性の方が強く私たち自身は受け取っちゃいますけど形態そのものがやっぱり音律だったり波長なので。 遠くと近くを表してるっていうのも。そうです。すごいだから、すごい、フォーみたいな、この一枚が。もう立体的に見えてるい。それは完全に理解してというか、体感分かってて,やられて。当時の。その感じですね。はい、あと、その歌い本だって、当時の、多分、その音楽ソフトじゃないですか。そう、そう、そうです、言っちゃえばとかね。呼んだだけで、音階は出てくるんですね。それを。 あの歌うその歌詞なのでそれは読まれてる人はそのまま音楽になってるはずですよね。僕ねこのやっぱりねその書とか出版物ゾーンがすごくやっぱり僕はエキサイティングであのその歌い本とかサガー本とかねいろいろそれもいろいろどこまでこうやっややったのか諸説あるにしてもそういう流れがあった上でこの「の鶴のやつくると全部の要素が今まで一個一個あった要素が全部これに投入されてうわ集大成きたっていうか。 感じがしてすごい上がる、うん、なんかこれがねまた重要文化財なんでえっと思いますけどねあっ思いますうん、うん、これちなみにえっと今、ま、今回巻物を本当に全部最初から最後まで開いて見れるようになってますけどこの展示自体がなかなか、はい、やっぱりあのそれだけこう並べられる空間があのないとなかなかあのお示しできないので、うん、まああの東京国立博物館はあの まあ無駄にということはないですけど広い場所がありますので <laughs> 平成館は通ができるってこところですよね、はいはい、これぜひここは本当にどこれね、はい、でもみんなお目が高いと思った要するにここにみんなこうやっぱり一から 順に見たいと思って見てるっていうのが分かって本当に老若男女ですけどみんなちゃんとメモ取ったりとかみんなお目が高いと思ってこれちょっと体感してこれライブライブ体感ししてほい映画鑑賞にも近いし私ナレーションの原稿のようにも見えました音が聞こえてくるようでドキュメンタリー映画を一本見てるかのような感覚にもなりま鳥獣戯画もそうですけど巻物はねこれ流れで見たいもんですね多分京都には鶴いっぱいいたんでしょうね。 ね、かしかもいっぱいいましたし、ね、たくさんだからこそ高上根は本当にいろいろ今も動物出ますんで<ー> ちょっとぜひそんな当時のそれにも思いを馳せて、えー、ぜひ見ていただきたいと思います、はい、ということで、えー、もうあっという間にちょっと時間来てしまいました改めて、はいえー、ちょっと展覧会のね概要をお伝えしておきましょうはい、はい、特別展本阿弥光悦の大宇宙は上野にあります東京国立博物館平成館にて開催中です会期は3月の10日日曜日までもう明日も明後日も暖かいみたいですから<っ>ぜひお散歩を楽しみながら展覧会を楽しみください、うんはい、そしてグッズもいいすそうなのよこのさっきのあの すずり巻き絵すずり箱こんもりしたやつ私これ確かにあの 卵のお寿司に似てるななんてさっきあと一口かつに似てるとか恐縮ながらね思っちゃったりしてたらお寿司とコラボしてるんですまさかのああ本当にしてるんだお寿司とありがとうございますお寿司におコラボアクリルキーホルダーかわいいあとさっき言ったマスキングテープですねこちらもあっりさすがグッズも間違いないという東博さんでございますも今日も大量に持ってきててありがとうございますということであと中谷美紀さんの音声解説これおすすめ結構音声解説付きで あの見た方がやっぱりちょっとこう。 掴みづらい人ではある、うんはい、そのトータルな大宇宙というのがわからない。うんはい、でもね、わかるとすっごい現代的な感覚の人だってことがめっちゃわかる。うんうん、特にデザインとか、えー、あとラップだねなんならね。本当に思いました。うん、言葉を使った音楽興味ある人は絶対行った方がいい<ー>めちゃくちゃエキサイティングでした。うんうん、いい酒飲めました。そうん。ありがとうございます。<laughs> <laughs> はいというわけで、えー、本日お送りした特集は特別展本阿弥光悦の大宇宙開催記念、えー、本阿弥光悦はスーパーすごい人だった特集でした。東京国立博物館研究員の松島正人さんにおかお話。 ございました。松島さん、いつもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あしたそして、明日のこの時間は先ほど廊下ですれ違って非常に肩が回っておりました。南部ひろみプレゼンツ<ー>ゲレンデ DJ 特集ボリューム4えんだっけ？ラブエクステンションお送りします。 三菱はい松島雅人さんにえ本阿弥光悦の大宇宙展解説いただきましたちょっとあっという間でしたけどねあ,あのさ中でちょっと松島さんと話すの忘れちゃったけど、はい、あのお弟子さんたちが作った光悦の、えー、とまあなんていうの像と、はい、あと似顔のこの掛け軸の、はい、この絵があって <laughs> どっちも顔見ると、はい、あ こういう顔あのちょっと顎がねちょっと口がこうグッて,、はい、グ,ッてグッてなってて目がもうふとそう,うほんふにゃなっててだからなんかなんていうのあこういう顔のおじいさんいるわっていう、ね、あの思った以上ににったり顔でしたにたーとさこれが最初と最後にあって <laughs> あやっぱこの顔じゃんみたいになってでここからすごくお弟子さんたちが光悦さんのこと好きだなっていうのが伝わってきて、ねうん、そこもなんか人柄ね<う>伝わってくる感じで。 うん、しっかり捉えててるっていうあたりが愛を感じますよね,ねということで非常にあのめちゃくちゃ面白かったしちょっと今回のだから松島さん的なこういうキュレーションっていうかな このプレゼンの仕方じゃないとちょっとわかんなかったことだからかかうんさすがの松島キュレーションでございましたということで本当に楽しかったですね。しかし確かに茶碗は本当は茶飲むのが本領っていうとなかなかなやっぱり触れた時にね、うん、進化がわかる飲んだ時こそその時なんだってっそ,その感覚を感じながら見るべきなんですねそうなんだな<ー>茶碗ってそうなんだなまた見方があるわけだななるほどなぜひ皆さん高越店行っていただきたいと思います <laughs> 11時を回りました TBS ラジオから生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションツ 2, 2>、うん、パーソナリティの私,私ラップグループライムスターの歌丸ですそしてはい火曜パートナー TBS アナウンサー日比真央子です2時間弱体制結構なものでございます、はい、ということで11時台の頭もたっぷり使えますよということです、はいえー、改めてこの後十11時台何をやっていくかをご紹介しましょうここからちょっとねあのオープニングもう一回もう一回オープニングトークみたいなのをやらせていただいて、はいえー、でその後何をやっていくかこの後十11時15分ごろからは明日使える一発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショットあの先 ビヨンドザ・カルチャーは国立の東京博物館でしたがまたまた展覧会これも絶対に行きたい展覧会、はい、なんならここをここを行くきを基盤にしてまた飲みにやったい行きたい 国立映画アーカイブ京橋にあります、はい、開催中の企画展和田真琴映画の仕事和田真琴さんのまあ映画関係の仕事をさすがね国立フィルムアーカイブならではの、えー、切り口でやってる展覧会、えー、に関してですね国立映画アーカイブ主任研究員岡田秀宗さんいつもお世話になってます、はい、岡田秀宗さんにご紹介いただきますその後11時30分頃からは新害年定症型投稿コーナー本日火曜日は過去6お送りします 番組名の感想おおお便りり待ちしております歌丸ク t b s c o j p 歌丸ク t b s c o j p まで読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2のステッカー差し上げております。はいということでですね、じゃあちょっとメールをご紹介しますね、はい、先ほど届いたメールなんですけどね、えー、東京都犬のつけ人さんです。こんばんは。こんばんは。これね、昨日ちょっとお話ししたことにも通じない、ストップメイキングセンス見てきました、えー、あのトーキングヘッズというね、えー、グループが1985 <laughs> 4年かな、はい、えにやったまあ,あのライブ映画の最高峰と言われる作品の 4K レストア版が現在、アイマックスとかでもあの A24 の配給でやってますよて私、その見てきたとグランドシマサンシャインに昨日お話ししたんですけどですでねあの井のつけ人さんは、はい、ストップメイキングセンス見てきましたそういえばデビッド・版は希代のエンターテイナーだと,とから読んだことを思い出しました。うん、本当にあのな、ー、なんていうかな すごくひょうひょうとしてるんだけどやっぱよく見るとめちゃくちゃダンス映画でもあるんですよね。ねデビッド・バーン自身は当時その自分の自宅の家のテレビの横に鏡を置いてでそこで例えばフレッド・アステアのそういういろんな振り付けとかそういうのを実は参考にしてとか部分的には例えば東京に行った時の原宿の,の竹の子族の踊りの振り付けが入ってたりするとこもあるんですよみたいなねそうそうそう。でいやしょっぱのインテンスな真面目顔から引き込まれ途中で踊り、えー、口パクで歌い笑いとても楽しかったです。 みんながアイコンタクトで最高のコンサートやってるんだっていう時のあの気持ちていうか,だから私も今週金曜頑張るぞというので私も見てきたんですけどもでねえっとこの方、ね1月に15年ずっと一緒だった今はまだ何もやる気がなくぼーっとしていることが多いです。うん ちょっとそれはね、お悔やみも違います。毎晩会いたくて泣いています。そんな中、昨日のアトロクでストップメイキングセンス見といたほうがいいと歌丸さんが言っているのを聞き直感で今日行ってきました。この映画を押してくださりありがとうございます。金欠なのに余韻を味わいたくてプログラムを買いました。すみませんね、金欠なのに。でもプログラム、すっごいいいプログラムだと私、買っていいと思います。これから帰りの電車で読みます。え、騎馬でね、多分 IMAX で見たのかな。空いてて最高でした。家帰るとまた泣いちゃうんですけどね。寂しいね。でまあね。 贈呈申し上げますし、うん、まあそれの気晴らしというかな、うん、あれだけどあのカルチャーがそういう時にに、ね、横にいてくれるのストップメイキングセンスは今映画館でやってる時に、うん、みんな、いいから騙されたと思って見行ってくれ特にそのあの昨日も言ったけどアイマックス本当におすすめであの黒みがばしっとこう出る感じがとってもあっあの、ね、舞台がすごく黒を生かしてるんですよ。<laughs> あの,あのうん、東京はいつの曲のこととか知らなくても大丈夫ですあの歌詞の字幕とかも出るんだけどデビットワンも自分で言ってるんだけど、うん、僕らの歌ってあのサビと他の部分の歌詞意味的につながってないよね <laughs> <laughs> 全然あのそこに深読みはできるようになってるけどうん、うん、正直意味はないっっ<あ>だからまさにストップメイキングセンスなんだけど,な,るほどねなので。 あのー、なんかそんなにそこをとらわれなくても意味的なも、うん、でも確かに深読みは全然できるし、うんうん、あの深うん実はメッセージあるでしょ全然っていう感じもあるんだけど。 あのーまあ、そんな感じなんで、うんあのー、できるだけそのなんか没入感っていうのを味わうのでそこを気にしないでいてくださいととにかくあの昨日から何度も何度も同じこと言って申し訳ないジョナサン・デミの例えば視線さっっき言った、ね、あの笑顔がいいって言ったけど、あのー、弾いてる人とかそういうい普通のビデオだったら撮るようなところじゃなくて、うん、弾いてないときとか、えー、メンバーとアイコンタクトするだけのその顔とかそういうところにその人となりが出るいいなそうとか、ね、そういう。いいうん、本当にあの 素晴らしい作品だと思いますので<ー>ぜひやっている間にお勧めしたいところでございますと、うん、ちょっと上映に関して1つ私事のお知らせ事も今日していいですが、はい、今日発表になったのかな,っな、ね、えっとですね3月2日土曜日今年のですね3月2日土曜日に、えー、三鷹の森アニメフェスタ えー、2024アニメーション古今東西その20ということでえっ、ー、と三鷹市芸術文化センター星野ホールというところで、えー、やる、まあ、そのアニメーションの上映イベントというのがありまして、まあ、2部制なんですけども、はい、そのうちの2部でですね、えー、長編映画カラミティアニメーションこれ私2021年の10月1日にムービーウォッチメンであのやりました映画表の,もうあの今書き起こしも残ってますのでぜひそれも参考してくださいあのロングウェイノース地球のてっぺんという作品で非常に注目された、えー、とレミシャイエさんという方が監 監督されてあの本当にさらに進んだあのなんていうかな水墨画っていうか筆で描いたような色のタッチみたいなものが非常に生かされた、はあ、え西部劇なんですけど「カラミティ・ジェーン」っていう実際にいた女性西部時代に生きた女性の少女時代っていうのを何て言うかな 現代的に読み解き直した、まあ、それはそれは当時、リスナーのメールで100点の映画来てしまいましたみたいな、<ー>ちょっと欠点がないっていうぐらいの見事な作品なんですけど、えー、その作品をですねこの3月2日にですね上映するんですって、14時半から17時ごろ、ね、カラミティ特別上映とライムスター歌丸トークショーということでやるんです。でこれ、あのー、無料です。で応募いただいて抽選で。う ややるやつなんでぜひあの応募してみてください。えー、っとですね、電子申請フォームとか、あと完成はがきとかも受け付けてるみたいです、うん、申し込み、えー、締め切りは2月15日、木曜日、え,え明日じゃん、2>, <え>2月15日も、明後日明後日あさって、あさって、あさって、あさってじゃん、あさって、あさってだ。 一組4人まで,で三鷹市外在住者は一組2人まであそういうのがあるんでし人までまだ基本的にこれ聞いていらっしゃる三鷹市以外の方は一、まあえー、組2人まで応募ということでございます当選者は2月21日以降に、まあ、そのう思って発表みたいなことらしいんですけどなのでぜひちょっと詳しくはですね三鷹の森ジブリ美術館おなじみね、はい、三鷹の森ジブリ美術館のホームページに何か載ってるみたいなんで、えー、3月2日土曜日空いてるよと、ね、しかもダータでございますので。 ぜひこれ申し込んでいただけるとですね。私、が私はともかく、あのカラミティ、あのね、あの。大きいスクリーンで見るチャンスですんで。私がついでにもうね、っもうへみたいなことをね。いやいやいや、そこはちゃんと喋ってください。みんな来るんだから。みたいなこと言って帰ります。ちゃんと喋るんです。でも、あの、きっといろいろ喋る。ギャランティーをだいておりますので、へというわけにはいきません。なので、ぜひ、あの皆さん、ムービーワッチメンなんかでもね、あの。 参考にしてもいいですし見終わった後にねまたやってみてもいいかもしれませんけどもはい私その後このカラミティに関してはアートブックがですね注文制があ後から出てアートブックもね仕入れておりますのでということでばっちりな解説できればいいなと「へ」はうです「へ」は「へ」はてれ隠しっしです。よということでカラミティの特別上映ありますよというお知らせそしてもう一つお知らせでございます「アトロクブックフェア2024」ついに開催 昨日のね武、えー、田砂鉄さんをもちまして推薦人全部揃った感じでございます。いと,いますということで、えー、さらに今回はだからねえっ、ー、とーまあブック屋やりますよと去年もからもやっておりますがということで今年は推薦図書月間で紹介した本計24冊をはじめ、はいえー、推薦人ご自身の本とか私歌丸やカップアトナの推薦図書、うん、あるいはまあその例えば私が。 あの番組関連で出した本と番組関連じゃなくても、まあ、例えば森田良光先生映画とか、はい、それもお貸して頂い,いてということで最大78冊の本が一番大きいところで並びますよと昨年同様すべての本に、えー、推薦したオンエアの模様が聞ける QR コードが載った特製ポップス機これ日比さんも純駆動で買って買ってその解説をしる時にあの読み込んでおいてちょっと撮っといて。 帰り道にそれ聞きながら電車に乗ると。で解説を聞いてから読む。はい。最高のもう。帰ったらそれをこう全あの何前準備できているので、うん、やばい。 ありがとうございます。さらに、さらに、本のリストが載った特製カラーリーフレットや、このブックフェアのために作った特製紙より。今回、あの、去年からまたデザインを一新しまして、んん実は、私、先日、それ用の撮影をしてきました。お、イ,イええ、お前、なんか載ってるのいらねえよっていう人もいるかもしれませんが。<laughs> 非常に可愛いデザインとなってますんで。楽しみはい、あのー、私で、はありますが。はあ、非常にいい感じのデザインになってます。たまさん回いいんだ。いえいえ。うん、<laughs> 開催店舗は北、北、北海道、南は九州、沖縄まで、全国50以上の本屋さんで、順次開催されますよ。まあ、今決まって。 する分でねえー、参加書店各店の開催スタート日についてはアトロック2の放送内もしくは現在作成中の番組ホームページの特設サイトでお伝えしてまいりますのでご注目ください。えー、で、まあ、本屋によってまた展開違いますねで姉妹大阪にねライブ行った時に、あのー、3の回ったあは良かった、はい、やっぱり本屋さんを巡るきっかけに私はなったので、うんはい、すごくこうなんか。 会いに行く感じな、の本屋さんに会いに行くっていうのが、このブックフェアで、私はとても楽しくて。ぜひ、そういった楽しみ方もね、やってみてほしい。です当然、この番組に対する、こう、愛とかね、そういうのがあっての、をやっていただいてたら。いや、だから、なんなら、それで、だから、本屋行く、飲む。ああ、でも、同じこと考えてました、今。本屋、本屋行く、飲む。飲む、本屋行く、飲む。飯食う、飲む。いいですね。これ、可能なんだけど。そして、自分だけの街が作られていくわけですよ。好きな本屋、好きな飲み屋、好きな飲み屋、好きな本屋。 黄金マップ <laughs> 黄金東京黄金,黄金ルート ああい,いなー楽しみすぎる <laughs> どっちが楽しみなのかちょっと疑惑がある感じですけど <laughs>、えー、でですねさらに皆さんこれを昨日全国の、えー、と書店員さんにも呼びかけたい自治体の方もいらっしゃるでしょうしお知り合い例えばね本屋で、はい、えとあそこいい本屋だからやってくんないかなーなんての声かけてみてください、はいえー、あなたのお店もしくはあなたの近くのお店アトロックブックキャラ2024開催してみたら素敵じゃありませんかということで、はい、でこれどんな本屋さんでもとにかくご連絡いただければ、えー、と書籍リストポスターポップデータ特製リーフレットアンドしおりのら楽らスター ダーターキットというのを無償でダータで、はい、えー手配いたしますあその本屋に応じて最大78なんて言いましたけど、はい、全然あのなんかそのお店で使える扱えるやつまあもう1冊2冊で, 2> で、ね、あのブックフェアってそういうことでもいいですよ、はい、あの本屋さんにチョイスしていただくのももちろん、うん、可能でございますのその中でこれがいいってもあるでしょうしね、はい、応じて本屋さんに応じてやりますからご安心くださいということでうちもやってみたいという商店の方はぜひ歌丸 a t m a ー k t v s c o j p 歌丸 a t m a ー k t v s c o j p まで「ブックフェア開催希望」と書いてメールを送っていただければ番組スタッフが 追ってご連絡させてます。小川さんがご連絡させて、小川さんありがとうございますはい。ということで詳細は番組ホームページもしくは番組公式 X でもお伝えしていますので、ぜひあの本屋の方、だからえっとアトロックブックフェアに行って本を買いたいというリスナーの方、そしてフィッグフェイをやりたいという方、両方の方にもお知らせでございます。楽しみがまた増えましたね。本当ですよ。ね会に行きます。会に行きます。会に行きます。今に行きます。ということでアトロックブックフェア2024のお知らせでした。ということでこの後 カルチャーワンショットいきましょうかね、はいえー、お知らせの後国立映画アーカイブで開催中の企画展わだまこと映画の仕事について国立映画アーカイブ主任研究員田岡田秀之さんにご紹介いただきます After six, ハッシュタグ豚まるアトロック はい、どうですか？さてここからは明日すぐ使える一発出中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショットのコーナーです今夜はこの方お招きしておりますお電話つながってます<え>、えー、国立映画会部の岡田ひねどりさんですもしもしよろしくお願いしますどうもこんばんははい岡田さんご無沙汰してますこんばんはあよろしくお願いします よろしくお願いしますはい、えー、ということで岡田さん簡単なご紹介を改めて日比さんからお願いいたします岡田さんは1996年より日本で唯一の国立映画機関国立映画アーカイブの前身となった東京国立近代美術館フィルムセンターに勤務その後フィルムセンターは2018年に国立映画アーカイブとなりました映画のフィルム関連資料の収集保存や上映企画の運営などに携わり 映画関連資料のアーカイビングと映画展覧会のキュレーションを担当されていますこれまでに映画史を踏まえた論考エッセイを多数発表されていて単著には 短調には映画という物体 X.。名著名著はい、うん、その他、時代と作品で読み解く映画ポスターの歴史など多数の本を監修されています。はい、岡田さん、実はあの先日日比谷で開かれたポスターマンさんのね、映画ポスターイベント、私も特賞で、あの参加いたしましたその時、にご挨拶されて、岡田さん、そう、そうですね。はい、ありがとうございました。いえいえ、はい、えっ、ー、と、ちなみに、あの日比さんもね、映画愛好部、はい、あの岡田さんと書かれた日本の映画観点も行かれたりとかってもありましたもんね。いまだに、あの入場料が。 百五十円でいいのかどうかって、いつも思って帰ったのもすごく覚えてます。本当に充実した資料と、たくさんいつも勉強させていただいております。国立映画会、ね。ありがとうございます、ね。伺いたいという感じなんですが、まさにそのね、ヘッドポスターマンさんのイベントの時にお会いした時に。えー、映画会で、今度和田誠さんのこれをやるぞということで、お話を伺って、うん、あ、それは番組でたつるやつかしてくださいと。いうことになったのが、現在開催中和田誠の映画の仕事についてですということです。もう、あの和田誠さん、もう、なんかこの映画を見たことない。 いいいなででしょううね見るととるととホッすすっていう存在です、ねうん、特に映画好きでこの絵を見たことないっていう人はもう絶対にいないと断言してもいいぐらいの方でございます。えーまあ、例えばテレビ見てるだけでもゴールデン洋画劇場のオープニングとかねいろいろあったりしますけども。ということで和田誠さんってあの岡田さんはいあの和田誠さん亡くなられてあのー。 えっと、オペラシティとかでも回、ね、顧展みたいなのをやられてましたけど、はい、改めてこの国立映画アーカイブで和田誠さんの映画の仕事ということで、えー、展覧会を改めて開かれる、これ、えー、っとどういう,こう経緯なんでしょうかそうですねあの、和田さんとのうち私たちの,たてあの組織との馴れ初めは、10年以上前にちょっと展覧会のためにポスターをお借りしたことがありまして、おうおうその後ですね、 実は僕、こんなものも集めてるんだよって言って、あのア,メリカのアメリカ映画の、うんえー、向こうでのオリジナルポスターのコレクションを見せていただいたんですねご自身のコレクション、はい、そうなんですよ、これがすごいあの、えー、珍しいと言いますか、うんえー、アメリカ映画のアメリカのポスターですけども、うん、でこれは何かちょっと、あのなんか。 自分は持ってても見せる人はいないから、借りてくれっていう感じだったんですよね、だからそれであの一度、ミュージカル映画ポスター展をやった時に、大量に貸していただいたんですじゃあ、あの見ると、和田誠所蔵みたいなのが、その時から、なんでしょう、和田さんの作品、つまり絵は、多くの人がご存知だし、大好きだと思うんですけど、うんえー、和田さんの愛したものってなんだろうっていうことを考えたことがあって。あ で和田さんというと、やはりあのジャズが大好き、そして何よりも子供の時から映画が大好きと、うん、いうことで、やはりそ,の、えー、それも含めて、何かその映画っていうことで何かできるんじゃないかなっていうことを思ったんですが、うん、特にあのその先ほど宇多田丸さんのおっしゃった大巡回展、全国7都市巡回の和田誠展が行われた時も、はい、やはりあれだけのすごい展覧会っていうのは、本当になんか圧倒されまして。うんうんうん ねえあのえー、有名なあの、えー、何十年にもわたって週刊文春の表紙を飾ったとか、そういうようなあの、あれが一気に見られるすごい展覧会だったんですが、うんうん、その中でなんか私たちにできることといえば、やはり映画だなと、うん、和田さんのパッションだなだと。 やっぱ最初にありましたねうんこれだから逆にさっきの高越展と同じで、うん、あのやったことが後半にすぎてあのあのオペラシティの展示ももうバク巨大で確かに圧倒されるんだけどあのさっきおっしゃった岡田さんのやっぱ和田さんが本当に愛したものとか、うん、まあ特に我々映画ファンとしてその映画の部分にフォーカスしたものって改めてしかもあそこにやっぱりこう拾い切れていないものも当然あるわけですもんね。はい、うん、そうなんですよね、まあ、あのー 実はあるんだけど、なかなか大きすぎて気づかないって感じもあると思うんですけれども、も、うん、あと、まあ、あとどうしてもやっぱ大事なのは、うんあのー、やはり、えー、やっぱり。 映画を描く方でも、映画監督として、しっかりいわゆる娯楽映画を一流の俳優を使って、4つも撮った人っていうのはなかなかいないわけでなるほど、マージャンホールから始まってね、皆さん、ハイライトのなんですか、タバコのデザインをした和田さんとか、週刊文春の表紙を書いた和田さんはご存知だけれども、やはり映画監督、和田さんって、だんだんとちょっとずつなんか忘れられてるんじゃないかなと、そういうようなちょっと印象を持って、それを忘れられちゃいけないなていう意気込みで、今回は。 監督作品の資料についても、ああえー、なるべく、あのーえー、豊富に展示しています、はい、あのー、ねそのいろいろ絵コンテであるとか、うんうん、あとはまあ当時のいろんな記事であるとか、これ、なかなかちょっと見たことないタイプの資料もあるんで、あと,もっとシナリオにいろいろ書き込んでるやつとか、これ、オリジナルこう準備効か、すごい直筆、ーマージャン放浪記とかね、そうですよね。 うん、ということで、えーまあ、今回、国立映画学会部ならではの和田誠展映画の仕事、えー、ちょっと見どころというのをぜひピックアップして教えていただければと思いますすそうですねあの和田さんはそういう意味ではあの、アメリカの、特にアメリカ映画大好きでしたので、うんえー、そのアメリカ映画のクラシックな作品の俳優や監督や、まあ、あのそういうあの絵のお仕事も、えー、当然、たくさんあるんですけれども、うんえー、いろんなこう過去のいろんなこう作品集とかの中でも、あまり取り上げられてなくて、はい、多くの人が。うん こう気づかない作品も、えー、今回はなるべく、えー、拾い上げて展示しています、はあ、和田誠さんの作品で多くの人が気づかない作品ってどのあたりなんですか例えばですね、まだ有名になる前なんですが、学生 つまり多摩美術大学のデザイン科の学生さんだったんですけど、そのすぐあとぐらいに、ですね若手のデザイナーのためのショーっていうのがありまして、登竜門みたいなですね、そこに応募したやつで、アメリカ映画史講義っていう、なんか上映会のポスター作ってるんですね、これ、主催者が国立近代美術館フィルムライブラリーとなってまして、これ、私たち、国立アーカイブの昔の名前なんですね。あれと思っててて私たちが調べみも 小田さんおっしゃるには、こんな上映会はないんだよ、架空なんだよと。ああ<ー> <laughs>。要するに、なんかこんな上映会、できたらいいなあ。ええ。そんなの表で出るわけないね、そんなんね、はい。あの、今でこそ、国立ア会カイブは8万本以上のフィルムを持ってますけど。はい。 あの当時は本当にまだまだ、えっとえー、今から60何年も前なので、うん、そんなにフィルムは持ってなくてそんな上映会できないんですよね、うん、だからで日本にもそんなフィルムはなくて<ー>こんなのが見られたらいいなーっていうようなのをポスターにしてるんです、ね、そうか,そう,かそういう意味ではそうかその古い貴重な映画を見られるっていう、まあ、だから未来像っていうか今それがだからちょっとはね、うん、もっともっとやるべきかもしれないけど、うん、そのだいぶ実現してるというそれがだから未来先取り願望。うん、そうですね<ー>だかから私たたちをなんか知った激励かなって今の と思うんですけど、あ<ー>まああのなんていうかデザイン賞の応募策なんで何がやってもいいわけですよ、ねうんうんうん。へえ、でもそれなんか本当に時を超えてラブレターをもらったみたいな感じですね。そうなんでそんなものがあったなんて全然知らなかったので。うんうん え、これじゃあ、岡田さん改めてあれですか、その和田さんの所蔵品とかそういうのをちょっと掘り起こしたりとかそういうのもあったんですか？はい、まあ今回ですね、あの和田さんの本当の作品はですね、うん、出身大学の玉田大学の方にご寄贈なさってるんですが、和田さんが集めたもの、うんうん、例えば映画のフィルムとか、うんうん、あるいはポスターなんていうのは、うん、あの国立アーカイブの方に入ってきています。うんうん、だからそういう意味では今回そのポスターを使って。 あの和田さんの本当に愛した映画たちというようなものを、やはり、うん、あの、えー、表現したいなと思ってます、うん、ねあの先ほどおっしゃってた貴重なポスター群とい今回の展示も入っていると。そうですね、うん、あと、文藝春秋でもですね表紙でもですね意外と映画ネタが多いんですよ、うん、あ実は紛れ込ましてるたまーになんですけれど、特にあの、えー、茶色い小瓶っていうですね歌があるんですけど、うん、アメリカの歌で、えー、特にあのあれですね、あのグレン・ミラーが。うんあの スイングっぽくアレンジして有名な曲ですけど、うんうん、突然、週刊文春の表紙に茶色の小瓶が映ってまして、説明見ないと分かんないんですよね、<ー>でも、もうこれは明らかにあのグレーン・ミラーのことだなと、うん、和田さんの大好きな、うんうん、そういうこともよく分かるんですよね。 やっぱそそこはだからその映画の部分でちゃんとその,そのあれを解析できるこの国立映画界ならではなるですねうん、うん、あと、あの学生時代のねこのなんていうかノート映画ノート、はい、これももうなんかすごいですねすでにもうダイアリーとかこうデザイン自体ももう和田さんの世界始まってるしこんなに映画好きだったんだってうもね,そうですね中学校の時からもう自分の見た映画を全部あのリストにしていて。うん あと高校の時もやっぱり見た映画の,あの感想ノートみたいなものも本格的ですねうん、うん、これ今、歌丸さん見てるの図録ということにす,、ね、すみません、図録をペラペラ見ております図録はでも本当に和田さんのこう歴史を語るというか、うん、資料としてもすごく重要な一冊になりますねあやっぱりあの和田さんのなんかいろいろな絵を描くパッションの中にやっぱ映画というものがすごく大きなこう。うんうん あのモチベーションなってたっていうのがやはりわかると思い有名なの<う>日活名画座の、ね、オリジナルポスターこれも完全に今でいう、はい、なんていうかなオルターナティブポスターだからうしかもさあこうあの同時上映3本立て4本立てとか二本立てとかのこれってだからもうここにしかないデザインですもんねん世界中でで本当和田さんあの映画のポスターやりたかったんですけど業界は固まっているのでなかなかできない中で。はい そう三活名画柄は、まあ、名画柄ですから要するに、まあ、あのそういうことを考え業界のことを考えずに作れたっていうのがあってうん、うん、それはすすごくかったと思います今でこそそういうオルタナティブポスターって世界中で作られてるけども、うん、ある意味それの本当走りの最、うん、しかも最高級和田誠さんですから、うん、とかねあと僕も岡田さんしみじみねこうペラペラずろく見ててあの映画もいっぱい出てくるじゃないですか、はい、あのもうあの読んだことあったり持ってたり。うん もうそんなんばっかで、どれだけ自分が気付いたら和田ごとに囲まれて育ってきたかが、もう改めてちょっと <laughs> 思いましたね、和田さん自身が書いてる本もあれば、うん、表紙書いてるやつとかもあってそうですね今回はそうですね、あのえー、ちょうどあの展覧会の真ん中ぐらいの空間に本棚を作り,、うん、作りまして。 和田さんの想定がよく見えるような、うわー、夢の本棚だよ、これ <laughs>、はい。あと今回の図録だとね、まあ、その中から例えば、いろんな方とのこう、ねえー、とえ三谷幸喜さんと対談してるやつとか、うんえー、あと村上春樹さんの,こうきあのいろんなところに寄稿されたやつとか、その和田さんについてと映画について書かれたものとかがね、載ってて、これも非常に貴重ですね。うん はいえー、あとやっぱ僕、さっきの岡田さんの言葉ばであ、そういえばそのちゃんと和田誠さんの監督作っていうのを、このタイミングでもう一回ちゃんと見直したいなってすごく思いうしたそうですね、あの実は最近あの、マージャン放浪記って大好きだけど、え、あれ、和田さんの作品だったの<え>っていうことは、そういうふうなこういう方がいらっしゃるのです。マジかあ そう、なやっぱり、あ、時代は流れたんだな<ー>ということを思いましたね。そうなんだ。まあね、当時はめちゃくちゃ話題にもなりましたけど、うん、だから、多分、あまりにもあれですよね。多分、イラストレーターの余儀には見えないんですよね。うん、もうね。うん、そうなんですよね。うん、映画として、ちゃんとしすぎててっていうね。うん、はい。ええー、ということで、まあ、ちょっと今回は、その映画監督としての面、そして、何よりも映画を愛し続けた。和田元さんの面と。 まあ多分映画好きな人だったらもう多分至福の展示になるんじゃないですかね。うん、ねはい、えー、ということでいきたいと私どもも思っております,、はいすうん、改めて、えー、とどんな展覧会なのかちょっと概要をねフ藤、えー、ーさんからおさらいしておきましょう。はい展覧 展覧会和田誠映画の仕事は3月24日日曜日まで京橋にあります国立映画アーカイブの7階の展示室にて開催中です、うん、詳しくは国立映画アーカイブのホームページご確認ください。はいということでもう国立映画アーカイブ、まあ、いつも言っておりますがもうただ同然とはこのことっていうかねすごい展示になっておりますので <laughs>、はい、ぜひ行ってくださいということで詳細はねあの,こあのページ見てください。あ、はい、あと岡田さんかから最後にお知らせ告知などありますか、はい 監督はだまこと忘れないということで、うん、企画の見どころとあと展示品解説をですね<お>、えー、私が行うイベントがありまして、3月の16日の午後3時からになりますが、もしこれも言っていただきたいんですが、うんあのー、そうですね、それと同じぐらい言っていただきたいのが。はい あのストップメイキングセンスの余計リストアの。<laughs> えっとアイマックス私昨日見たばかりで。か<の>僕も昨日だったんですよ。昨日。<で>やっぱそうでしょうからさ。岡田さん。の方も全然国立映画館と関係ないけど、まさかの、うん。僕もね、昨日行ったんですよ。アイマックス、すごい。いいですよね。あれ。いや、あれはアイマックスで見た方がいいと思います。本当ですよね。 あの,あの音が、音のなんていうか、出場所よくわかるし。はいはいはい、そう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 、あの理想的にね、それもわかるし。あと、やっぱ黒みがすごい効いてる作品だから。あそうですね。めちゃくちゃそれも良かったし、あのアイマックスの楽譜と、あれのね、あれもすごくバッチリ合ってて。あのビッグスーツのところで、あの影で最初に、画面の隅に影が映る絵とか、マジ鳥肌もんじゃなかったですか。あ、そうでしたね、あれは。はい。<ー>岡田さんとはやばい、全然、全然関係ない件で盛り上がってる。<laughs> 岡田さん、ありがとうございます。そこも含めて。はい。はい。でとういま,すまたちょっと。 くし枠でも、あの、ぜひ、何か、ご相談させてください。はい。どうぞ、こちらこそ、よろしくお願いいたします。はい、あのそして、会期期間中にね、あの、和田誠さんの、この手なんか、必ず伺いたいと思います。え、今夜のカルチャーワンショット、ゲストは、国立映画アーカイブ、主任研究員の岡田秀典さんに。えー、和田誠、映画の仕事点について、伺いました。岡田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 そして明日のこの実感です。カルチャーワンショット。インディ,ーゲ,ームインディーゲームプロデューサーで編集者の斉藤大地さんが番組初登場です。実は斉藤さん、番組のお世話になっているジニーさんを副編集長に据えた新しいゲームメディアを立ち上げようって、えー、これは尖るでしょうよ、尖るでしょうよ。<laughs> インディーゲーム業界の現在と新しいメディアについて斉藤さんにお話を伺います。

時刻は十一時三十二分です。TBS ラジオから生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションツー、パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸です。そしてはい、火曜パートナー TBS アナウンサー日比真央子です。さてここからは新概念提唱型投稿コーナー。はいということで、えー、日替わりでね、皆さんのいろんな投稿を送っていただいているわけでございますが、はい、火曜日にお送りするのはこちらの企画です。過去録 はい、まあ、あの、アフターシックスジャンクション、ワン時代から、まあ、膨大な数をやっておりまして、そのすべてがポッドキャストですでに。アーカイブされているという、すごい時代ですよね。ねまさに、国立映画アーカイブならぬね、えー、えー、なんですかねそんなでもあの。アーカイブするにも、<laughs> あの、至らないようなことも申し上げておりますけれども、ね。いやいやいや、とんでもないですよ。いや、まあで、でも、その、アーカイブって、アーカイブって言う割には、我々自分たちで、何をやったか、をすっかり覚えていない。すっかり。ええー、ということがあるわけなんですね。はい、まあ、ついつい、本当に数年前のこともね、ここで。 こんなこと言ってたよって聞いて、自分で聞いてゲラゲラってことでございますね。<laughs> セキ<メ>ンええ、赤面とかあと、やっぱリスナーの方のメールなんかもめっちゃ面白いのがあるじゃないですか。すありがたいです。序盤に、序盤に。うわ、ん、序盤に、序盤にもう一回聞きたいな。うりゅうが如くエイト、序盤にうないさん、序盤に、序盤にもうなっちゃった。<laughs> も定着しちゃってるわけです、序盤にがね。大好きまあ、これ、あの数回前聞いていただければわかるわけでございます。はい、ということで、ええ、アフタシクスジャンクション、過去にいろんなことやってて、こういう面白いところがあったよっての、改めてリスナーの方に掘り起こしていただき、我々に教えていただくというコーナーとなっております。<laughs> さあ、本日頂い,いてのは、こんなメールです。 ラジオネーム周囲さんからいただいた過去録報告です私が振り返りたいのは2020年4月23日木曜日のオープニングですうん、うん、結構まあ4年前です、ね、4月だからまだコロナ禍か<す>そんなにあれかなもうちょっとすると緊急事態かなもうなってる4月ってなってたんじゃないなっだって2月の ラジオフェスでちょっとまだあのぎりあれではいで 3C だからもうそろそろなっちゃったかもしれないねうどうなんだろうね、えー、でねえー、と2020年4月23日木曜日だからうないさんの日ですねそ、はい、当時はね、えー、歌村さんのおすすめで大林信彦監督の映画「転校生を見たうないさんが、うん、勘違いしていたことがあまりにも衝撃的です」うん、皆さんどんな勘違いなのか。 えー、この映画ならではの勘違いも面白いのですがエンドロールで気づかず顔考察サイズを見て知ったという点がまさにうないさん最高です。<laughs> すぐ考察サイイトで、ね、<laughs> ないさんマインドがあのネッということでちょっと私もどんな内容だったのか忘れかけていますから、はい、2020年4月23日木曜日、えー、大林信彦監督映画「転校生」を見たうないさんのトークです。<laughs> 今日のまの、あ、大林信彦監督訃、ね、報、はい、を受けての、まあえー、記念総選挙をやるわけですけどでも、転校生ね、見たでしょもう見,ました見ました、見ました、歌、えー、丸さんが編集おっしゃっていた通り、えー、そり、君の名の原点だ まさに「君の名は」で見たようなシーンが転校生の中にも描写されててあっって胸がいうそ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 の中にそう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 そてそうのうそうそうそそう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 で見たまあそそうはうそ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  小林聡美さんがああ。小林聡美さんがね、天皇功成はやっぱりそうですよ。美佐子さんに、すんごい似てるなと思って。蓮舫、美佐子さんね。はいはい、もうこの時点で、ちょっと何が起こってるかは、うん、あの大林映画。見てる人は、もう何が起こってるかが、すぐわかると思うんですけど。え、天皇賞見ててね。ててね小林、小林聡美さんがね。 若い時の小林さとみさん<う>だよって言われて見てたからね。はい、で、あ、そっか小林さんはやはりこういう女性がその理想であってお好きなんだなって思いながらキャストも似てるんだなって。<laughs> 若い時は小林さとみさんこんな蓮芙子さんにそっ,そ,そっくりなんだな、蓮芙子さん似てるなと思って、うん、見てたんですよ。<laughs> で最後まで見終わって。<laughs> ななるほど,など確かに演出だったりその言葉の使い方とかカメラの撮り方とかとにかく独特で、ええ、これがそのただでもその平成生まれの私からすると、まあ、昔の時代なのかなっていうなんとなく思って見てたんですけど、ええ、そのいろいろでも調べるためにあらすじもい検索したんですよいろんな、うん、まあ考察を見るのが大好きなのでいっぱい見てたらどうも<別> <laughs> 私が見た作品と。 なんか話が違くてあれなんでって,っていうかさ普通に見てたらさ「エンドクレジット」でさあ<ー>あの主,主演の人の名前とか出んじゃんあ出ますね <laughs> 普通にレ「レッフツ美子」って出てたと思うんだけど <laughs> そこで <laughs> ちゃんと多分エンドロール見てなかったんですよね。えー、これあの、はい、どういうことかと言いますとねこれは結果から言いますと。転校生は えっと1980その2年の小林恵美さん尾身としのりさんのオリジナル版と、はい、えっと2 0 0あれはだから何年20007年ですね年2 0 0のリメイク、はい、セルフリメイク版があるんですよねで、はい、レイウツミサコさんそっちの役ちの小泉さん役んなんですよね別に小林恵美さんとレイウツさんが似てたわけじゃなくて <laughs> あの全く似てないからね <laughs> あれわかんだろうっていうね。 途中からね分かる展開になってましたけどしょうがないよね、どっちも大林信彦監督で転校生ってなってたら間違えちゃうしひょっとしたら今は転校生「さよならあなた」っていう副題がついてるんですけどそっちが見やすいのかもしれないけど年のただ大林さんってねちなみに不法っておっしゃ言ってたんでちょうどなくなられたんですあと、ちなみにこの放送自体ちょっとあれしリモートでしたね、明らかに声の感じ。 もう4月のの頭から我々リモートにしてた緊急、うん、事態宣言が4月7日に出てるんですって、はい、そうかじゃあもう4月23日も特にリモートだ、うん、そんな中でこんなのんきに話しててねなんか感じですけどね、はい、あでねそうそうそう,そう、あのー、82年の転校生があってっていうあれなんだけど、あのー、もう大林さんってやっぱどん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 年を取るほど、はい、まあ過激にっていうかもともと奔放の作風の人で、まあ、長編デビュー作の「ハウスからしてまあもうなんていうか変わった変なめちゃくちゃな。 僕あのね「某は恐れてる変な映画ですよ」とか言ってるけど、うん、まあ大林映画見るとそんなそんなもんじゃないっていうかう変な映画ってもうそんなこんなレベルじゃないっていうまだ,まだまだアリアスター氏はおとなしいと言えるっていうか、うん、ぐらいのもうそういう感じなんだけど、あのー、でそんな中で転校生は今の目で見るとかなりウェルメイド味っていうのかな、うん、あんまり突拍子もないことは実はやってなくて、うんあのー、すごくこう何て言うかな。 万、まあ、人が見て、うん、あ,あいい映画だったって言えるタイプの、まあ、作品なんですが、まあ、もちろんその大林さんなりのいろんなのあるんだけどそれに対してそのリメイク版の「転校生さよならあなた」は。 やっぱねぶっ飛び度が増してて<ー>あのよりなんかもう変なんですよもう多分え映画としての変度っていうのを比べたらもうあの50倍ぐらい変になってるんですよ<ー>例えばほぼ全ての画面が傾いてるんですよね大体 <laughs> 斜めなんですよセルフリメイクですよねセルフリメイクあのだから男女子と女の子が入れ替わっちゃうっていうその基本の設定は同じなんだけど、うん、ところがですねまあちょっとこれも後ほど話、まあ、だいぶ違ってるとあとはね途中で もう突然これもだからまあ例えば「時をかける少女」とかでもすでにやってることだけど途中で突然ミュージカルっていうか突然登場人物がろう,ろうと歌を歌いだしただからなんだこれみたいな普通の映画の感じなのただやっぱそれが大林映画の中で見ていくとその大林映画のその世界の中で完結してる世界で見るとものすごい涙腺を刺激したりとかものすごいもうなんかこう。 魂をみされるっていうこれるこが大林映画だと思うんですほうほうでもっと言えばですね「さよならあなた」サナもだいぶね変わってるんであの時代も経ってるんでちょっと,ょっとだけこう踏み込んだことを言いますと元の、えー、と転校生っていうのは、まあ、ある意味こう、ね、性が入れ替わって、うん、で男の子は女の子のこと女の子は男の子のことを互いにこう理解するっていうか、まあ、性の話なんじゃないですかそれに対して、えー、と今回の入れ替わりは今回いうかそのリメセルフリメイクの方はあの性と死,死の話なんですね。 つまりあの要するに入れ替わった片側が病気とかになって亡くなってしまうとして、うん、っていうその命っていうか<ー>そのでだからその自分の代わりに生きてもらうみたいなうそういう話になってくるっていうかだから若い時に作った先は生の話だったけど、うん、そのまあ老朽っていってもここから先が長いんだけどおばあちんはらにはじけまくるんだけどあのその頃に後にとってはやっぱり生と死の話になっててあだから見ててあ 入れ替わりっていうのをそういうふううのそに読みえるんだと思ってだから<ー>ただその評判がいい自分の作品を作り直しただけじゃな,なくてあ,<ー>あの結局僕はすごく感動もしたしやっぱね「さよならあなた」の方ももう大好きですね<ー>もうリメイクでありさら<っ>にまたあのそうだねリメイクだしアレンジだしーリーマジネーションだしみたいな感じですよね。<ー>なのので、はい、ただまあその ね、うな、ね、小林そのさ間違ったのはいいとして、はい、あの小林さとみさんの若い頃を蓮仏さんと思いながら見てるって <laughs> 全然わかんだろみたいなでやっぱ考察サイトをね見て、えー、っていうところをまたさすも秒で考察見るっていう、ね、<laughs> でもなんなら映画見る前からね考察見るとかあとそのうなぎさんにやっぱあ,あ,のあんまりそうっ例えば海外文学とか読まないっていうおっしゃるからはい、はい、その時にあの「プロジェクトヘイル・メアリー」面白いから読みなよと「うなぎさんは絶対好きな中身だよ」 って言うんだけど、面白くなるまで何ページぐらいかかります。っていうあのものすごく志の,の低い質問をされてですね。なるほどええー、あのいやそういうまあ、比較的早く面白くなると思うけどね。<ー>だからこれはやっぱね。ねさすがね。さすがの要するにあのあれですから。 あのニコ動、ニコ動視聴者がアナウンサーにたまたまなっただけなの。<laughs> はい。なので。そこはやっぱし、そこは信頼できるところ、うないりささん。うないさん話してないな。最近会いたくなっちゃったな。ね、ぜひぜひ。はい。はい、ということで、ありがとうございま。うないさんらしさも炸裂、そしてちょっと、こ、こういうさ。 あのコロナ禍だったなっての思い出しも。そうですね。たった四年前だったんですね。さだから、人もいなくなった東京のさあ、ジンを作ったりしてたじゃない、日比ちゃん。そうですよ。ちょっとなんかマスクして、散歩して、本当そのこそ、れこそ。今でね、この前日曜日の散歩なんて、人がたくさんいて、いろんなところに行けて楽しかったけど。今、やっぱりアルコール飲めなかったよな。とね、人いなかったな。公園にこうロックがかかって、遊々公園なんても。カラスばっかりだった。そうだよね。そうだよね。で、鍵が。 買って赤いなんか行々しいねなんか看板がバンバンってあったりとかしてそんなことをねこの音声を聞いて思い出しました歌丸、うん、さんの声がやっぱりねリモートだからちょっと遠いんですよ。うんうん、そうねあのーうん わ割とリアルタイム感って意味ではできてるようになったんだけど自然だねなんて当時は言ってたけど今聞くとやっぱりだしねできるねなんて言ってたけどさ誰だね誰だね昨日のあの撮影したいからやっぱね大事なのは間合いなんでこうやって会って話するとこういう話っていうのはこういうもんだな その時も言ってたけど、何言えない日常がどれだけありがたいことか、それはもちろんだから、今世界で起こっていることね。例えば、パレスチナのね、まあ、ひどい状況ですよ、みたいなこととかも含めて。まあ、もちろんだから、そういう世界のことに思いを馳せたり、声を上げたりするっていうことと同時に。やっぱり、今、このね、暮らしとか、今、この瞬間の、あの、自分たちのこの営みっていうのも大事にしていきたいな。と、めでていきたいなと思ったりするあたりですよね。この間の日曜もすっかり、もう素敵な思い出ですね。ええ、好き、あの、あ、この手なら飲めんなっていう。<laughs> あれ、ちゃ。 ちょっとありそうじゃないですか。酒っていう感じで、で酒センサーだけで動く感です。ちなみに、えっと、ちょっとさらに、あの、コロナ禍のことで今思いついたけど、はい、思い出したけど。今週、あの、ムービーウォッチメン、えっと、ポールナの主演の、あの。えっと、ダムマネーっていう作品なんですね。はい、で、これがまさに。あの、コロナ禍真っ最中の状況の、まあ、実は元にした話なんですよ。はい、だから、実は。 結構なコロナ禍映画でもあって<ー>劇中で結構コロナ禍こうだったっていうのが出てくるし、うん、もっと言えば主人公にはその実はコロナっていうのが、うん、あの影を落としているとか。 あのってことをね、だから、あのー、まあ、コロナもね、もちろん完全に収束したわけじゃ、もちろんないですけど、もまだまだ。ね<の>人数が増えたりして。ますからねも,もちろん、そうそうそう、それはあるんだけども、あの、ある意味、こういう形、一つの歴史として、この。要するに、このみんながマスクして、ロック、なんしててみたいな。この時期を描くあれとして、すでに、ちょっと歴史化されてるっていうか。うそれを感じる作品の、でもあって、それもすごく面白い、あの、興味深く見れるあたりでしたね。<ー>だんまね、すごい面白かったです。<ー>はい。木曜日。はい。あの、ネットリックスに、このゲームストップ株の件についての、ドキュメンタリーもあるんで、合わせてみるとよろしい。 ぜひぜひおちください。あっ、りました。おわちゃった。にわちゃった。火曜ちゃった。ちゃった。はいはい。かころくいいですね。はい。こんな感じでいいですね。あの、思わぬところが放り込まれてきたってことありがとうございます。ということで、まだまだ募集してます。はい。今日みたいにですね、いつの放送のどこの部分がお気に入りなのか、できるだけ具体的にその理由とともにぜひ送ってくださいませ。あと先は、歌丸 atomarktbs.co.jp 歌丸 atomarktbs.co.jp です。投稿が採用された 方にはアフター・シックス・ジャンクション2のステッカー差し上げております。以上本日火曜日新概念定勝型投稿コーナーは過去六でした。 Two. T ラジャ京プ2メールアドレス歌丸− t b s c o j p ーワンカルチャープログラム「アトロック2」 TBS ラジオ f r o m t o k y さて来週2月20日火曜日のお知らせをしておきましょう10時15分からの特集コーナー「Beyond the c u l はこちら<私は> <laughs> 天んだ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 だ、だ,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 だ、!2024 年の飲酒スケジュールが埋まってねんでいい今すぐ酒場ライターのパリッコさん鈴木奈緒さんと今年の飲酒スケジュールを確認しなくっちゃいけねんでいい特集やったーちょっと楽しみすぎて自分のパートは見さびれていました、うん、何なんでしょうかこれここれれ何ですかこれは、はって思うんですけどもいですよはい、暦の上では立春を過ぎ季節はもう春、うん、それなのに我々は2024年の飲酒計画を立てていないではないかこれは困ったうんということで <laughs> 飲酒計画って何 <laughs> えー、いや要はね酒飲みなんていうのタイミングっていうかさっ,、はい、さっきの好きあらばじゃないけど、はい、酒飲みイベント結構あるってことらしいんですね 2>, 2月は意外とってい、ね、うね、ん、そうなんですよ年間を通した飲酒デーを洗い出し皆さんで計画を立てて逃げ方やりましょうという特集でございます、うんえー、もちろん参加者は、うんはい、酒場ライターのパリッコさんそしてライターでエッセイストの鈴木奈さんこのお二人でございますまあでも酒いべは結構あるかもしれませんねだからオクトトーバーフェスト ありますけどもうそれこそこの間の上野だって春節春節パンダ祭りああそうそうそうもう何でもありなのすごかったですねすごい盛り上がってたねあいろんなもつ煮の隣になんかアイスみたいなのああとモンゴルの焼き物ある。その前のところではビースティーボーイズ乗て子供たちが踊りまくってカオスすぎたってすごかったなさあそういうことでまあちなみにですね酒飲めない人も楽しめますよと というのもですねすで、うん、にもう企んでいるということですからまあだからですね飲んで食べてねたまくダラダラ話そうよという特集となっております,、はい、すさらにこの日はすごいよ二十20日は、えー、11年のカルチャーワンショットは初の試み <laughs> パートナー陣のワンショット各曜日パートナーのワンショットおすすめをしていただこうということで TBS、うん、アナウンサー日比真子さんに日比さんお得意のカルチャー <laughs> おすすめ。はい。なんかあるあるらしい、あれだっ,って。いやーちょっとねあるんですよ。ある。あ<の>温めてるもの。あるんです。温めているのがちょっと皆さんと一緒にねバトルしたいなと。バトルなのでね。バトル。すぐいそういうのしたい。最バトル。最後バトルしたいて。はい。ちょっとお楽しみに。はい。ということで楽しみにしてください。来週は、はい、ええー、まあおおむねお酒ということになってます。はい。そうそ、ん、う。気楽です。 えっとですねメールを読んできますねこの時間ちょっとね、はい、もうけられるの嬉しいですね嬉しい、はい、えっとねラジオネーム働く方のももさん、えー、2月3日に国立映画アカデミーと行われている和田誠映画の仕事展に友人と言ってきましたし、えー、和田誠さんの名作映画エッセー「お楽しみはこれからだわ」わ自分が小学生ぐらいの頃から読んでいた記憶があります混ぜてますね当時はレンタルビデオもなく名画座に通うこともできなかったため映画好きで名作をよく見ていた範囲どんな映画だったのと聞くのが常でしたいいねこの回はねそんな作品の原画が見られるということでどんなふうに書いたんだろうという関心があったのですが見事な でに創作の試行錯誤の跡がない。信じられないぐらいシンプルな線でも、もう、もう、パッと描いたような。シンプルな絵で描かれた似顔絵も、しャメキきあふれる架空映画祭ポスターも、先ほど岡田さんがおっしゃってた。えー、まるで花歌交じりに描いたかのような軽やかさ。門外漢だったはずの映画監督作品、マージャン放浪でも、例の和田誠の絵で作られた絵コンテはもうそれだけで完成品という感があり。和田誠の天才さ、努力を見せない、美学を肌で感じる展示でした、えー。無理ではあるのですが、哀れなる者たちとか、バービーとか、最近の映画ね、面白いが、和田誠さんだったらどうイラストを描いただろうなと。 そうしてししてままいいまた面白いね,この朝もね確かに。あとね、キラキラ星さんも言っていただいた。国立映画学会部で開催中の和田誠映画の仕事展に行ってきましたさすが、えー。以前、東京オペラシティアートギャラリーで開催していた和田誠展にも行ったのですが、今回の映画の仕事はとにかく映画ポスターの山々山山で、また違った迫力があり、圧巻でした。うん、特に展示冒頭にあった、これさっきの、和田さんがこんなに映画上映があったら、どんなと思って作ったらしい映画ポスターが印象的でした。えー、はい。 ね特集コーナーも楽しみにしてます。きいて楽しんでいただければ何よりですかね。ねちなみに国立映画会館に行った際に時に、えー、銀座でパリッコさんおすすめの長野の漬物、えー、寸キおか寸キを変えました、うん。何種類買ってもらいました。いいな、奈央さんおすすめだ。黄金コース。うんね、いいなー、寸キ変えたんだ,、ね、たんだいいなー。 あとですねちょっとこんなメールもいただいてるんですよ。これ、ちょっとメール、えー、とラジオネームはあないのかなこれね。はい、えー。いつも楽しく拝聴しています。えっとね、で、まあ、アリアスター監督インタビュー楽しみましたって書いていただいて、うん、この方ね、えーまあ、ラファの空爆、今ね、パーティスフェスティナのそれについて、えっ、ー、とね、イスラエル軍が避難民が多く集まるガザ地区南部のラファを空爆していると報道されていることが理由です。悲しいと。うん、リアルタイムで3畳目にしているのに私が止め,止められない、私も本当に辛く悲しく怒っていますと。としかし、ある意味、正気なのだと思います。まずはいろんな人と今の事態を共有してからアトロクを聞いて 楽しんだり休まる気持ちになりたいなと思いました、うん、であの例えばねテルマ・ルイーズ 4K レストランを見てたりしたんだけど、えー、と何やってんだろうなって思っちゃったりもすると、うん、でも一方でやはりテルマ・ランド・ルイーズは社会に対して怒りを表明する作品だしそうテルマ・ランド・ルイーズの 4K もやってるんですよね、うん、私たちはフィクションやカルチャーを通じて社会とつながり意見を持ったりすると思いますカルチャーの中に閉じこもらず社会にも目を向けて怒ったり泣いたりしながら生活していきたいと思いますということで今からアトローク聞きます、えー、週末は武道館行きますということでありがとうございますあー素敵なあああ ガザとは何かって、ね、岡まり先生の本でも言ってますけど、うんはい、あのやっぱその今我々が捉えてるのこう人間性っていうかねあの僕は本当にやけくそみたいな感じで言っててその強いものが弱いものを踏みつけにしていいっていう道理が通るんだったらもう武器だけ作ってる人間はってことになっちゃう、うん、でもそうじゃなくてアートとかカルチャーとか、うんえー、いろんなものに触れるというまあお酒だってそうですよ、うんえー、そういうものに触れるというこの人間性の方が我々はまあ 人間の動物性じゃない人から奪ったりとかっていうことじゃないというふうに思いたいというのがあってなので現状を売れるということとアートを愛する気持ちというのは僕は矛盾してないというかむしろそこが大事なんだとヒューマニティのが今取られてるんだということだと思ってますのでなのでこんなメールも本当に嬉しい限りでございます。ということでねまあでもとにかく今週は非常に充実しておりました私もねはいカルチャーにも触れたし酒も飲んだしとさっきからこの話のトーンで言うとみんな お前はどっちが主なんだというところが疑われてもやむないあたりでございますけどね。<laughs> コツつけがたい。はいどちら。はい、しかもあんだけ散々んん飲んだにんん解散したあと俺たちそれぞれにまた飲んでる。またはい。おノードのストーリーをまた始めていったっい <laughs> 一体何をやってるんだってことですか、ね、<ー>じゃあ次は国立映画会場。はい。京橋。京橋散歩。うん。どこ行く？どこお盆講師どこ行く？坂は、えー、なでお,お疲れ様です。ありがとうござす。